おはようございます。じゃあいつものとこから。どう？シカゴにはもう慣れましたか？いらない。先生もう右隣にいるんで、あのお願いします。でそれはもうそんな位置関係もう知ってんねん。あ、もうあれあの予定、席次表も来なかったですか？席次表は、まあ、当日そこに置いてあるのかな。席次表も決まってて。いや、そうなんや。あ、その間取りがもう決まってんねん。あ、そうです、そうです。だからそこに座ってもらって、はい、そういうことね。で、やるっていう感じですね。ちょっとなんかふんわりしてることが多すぎて、はい、うん、まあ、もはやもうしょうがないですけど、そうなん、いや、ええんやけど、はい、何やったかな。あ、誰にも言うとこないから言うとくけど、はい、アロハシャツを買いましてね。ああ、はい、ありがとうございます、はい、で、はい、2個買ってん。っていうか2個買って1個返却しようっていう、そういうずるいことしたね。どういうことですか？そんな、いろんな柄があるやん。はい。だから、だから、あんまり僕ってさ、派手なの着いへん。まあ。無地を着るタイプやん。で、無地のアロハなんかないやん。まあ、ないですね、はい。で、無地のアロハあっても、それはアロハじゃねえ、ただのシャツだろうってなるやろ。はい。でもそんな感じのと普通のアロハを買って、で、よう考えたら、短パンとかはやめた方がええんちゃうかなって思って。あ、スラックスですかね。で、僕そんなズボン持ってない。短パンかジーパンやね。ジーパンでええんちゃうってなったけど、まあ暑苦しいと。まあ確かにめっちゃ暑いらしいですね、うん。で、ググったら、みんな爽やかな格好してて、ほぼ全員、しょうもないスラックス履いてるね。はいはい、そうですね。はい、この中で、例えば僕一人でジーンズ履いてたら、ちょっとうざいなんてなって、はい、急遽買ったわけね。あ、うん、そうすると、はい、アマゾンとかで買ったんですか？普通にお店アマゾンで。アロハもですか？うん。あ、で、アロハはだから、普通のアロハっぽいアロハと、アロハっぽくないアロハがあって、はい、どっちにしようか今考え中なんやけど、はい、うん、で結局まあどっち着ても、なんか、もう、しょうもないな、みたいな、まあ、感じになれ、なったわ。そんなに、そこまで、みんな、ね、お互いのアロハのことを気にしてはいないんで。うん。いや、だからもう溶け込んで、目立たなかったらそれでええんや、っていうことで。だから、まあ、みんなというか、その、ググった時と同じズボン履いて、はい、ほんなら、その、派手なっていうか、ガラガラのアロハじゃなくて、普通の、スッとした、ホテルのロビーにおる店員さんみたいな感じでええんちゃうんってことになって、うん、そんな、まあ、うん、でいろいろ来てもしょうもないなっていう、そういう感じやね。別に、そんなになんで、まあ、その、ちょっとリングボーイのところで少し注目を浴びるとこなんですか？だからそこでさ、はい、嫌でも多分目立つと思うね、それ。まあ、ボーイやのにおっさんやってなるから目立つんやけど。はい、しかも新郎が先生だけしかいないんで。そう。あれさ、普通さ、右と左が、あれ、決まってんや、一応な。いや、一応決まってんや。本来こっち側が嫁はんで、こっち側が旦さんの集団が来る。もしかしてこっちずらーって来て、綺麗どころがパッて並んで、こっちおっさんと子供がポンポンと。だから、でも家族、だから親父と、うん、父親、母親、姉ちゃんの家族が4人なんで、6人それだけですでにいるんですよ。あ、姉ちゃんの家族結局来るんや。あ、全員来ます、はい。だから先生と息子さん入れて8人なんで、割と、まあ、で、全部で25人とかだから、実質向こうも10、そんなに人数差ないと思うんですよね。あ、じゃあ僕、あ、どうもこんにちはとか言わなあかんねや。両親にですか？とか、あ、お久しぶりですとか。まあ、両親には多分、その、あ、どうもみたいな。でしかもなんだったらそのカクテルパーティーみたいなのがあるんで、その僕らがなんかその写真撮りに行ってる間のサンセットの写真を撮りに行ってる間のその時とかは結構まあ、席に座ってんのか立ってんのかわかんないですけど、席はもう座ってよくって、でこっち側は新郎席みたいな感じのもう家族と先生しかいないんで、横長のテーブルなんですけど、僕の隣先生で、先生の隣が誰だっけな、
多分息子さんだと思うんですけど、で、姉ちゃんの家族、両親みたいな、そういう感じですよ。あ、だから、いやおなしにもうそこにもういます、はい、そうなんや、はい、まあ別にプラプラしてるかな、プラプラしててもらって全然いいと思います、はい、まあ、あとはなんかそのちょっと観察したりとか、うん、観察はするけど、はいはい、あんまりジロジロ見てたら、はい、あの人ジロジロ見てるわ、ね、まあなんか新婦側も一人の人とかいるらしいんですよね、2人ぐらい、あ、その全く全然もう孤立無縁の人みたいなのがいるみたいで、そういう人は多分同じような感じ、いやでも知らんけど、そこまで一人でグイッとやってきてお祝いしようっていう人は多分すぐ仲良くなるから、いやその辺の人で中学の同級生とかで、あ、久しぶりとかって言ってる中になかなか入れなくないですか、彼女はもうずっと一緒にいたらもう飽きてるからちょっと新しい人取り入れようってなるけど、彼女たちとって多分例えば中学の同級生とか、もうその要は5年ぶりに会うよねみたいな感じのことしてると、なんかもうその余裕なくないですか、そこをこう盛り立てるので精一杯で、新しい人をなんか、なるほどね、余裕はないね、はい、っていう感じですね。めっちゃ撮ってますけどね。最近これを買いまして。あ、それ見ました、なんかで、ね、ツイッターかなんとか。最近っていうか、まあ、だいぶ前。いやでもまだ一回も使ってん。それあれチームはあれが入ってるのかな。いや、ちゃうちゃう。あ、入ってない。これは普通のこの辺ね、打ってあるやつ。ああ、まあなんか使いやすそうな感じで、使いやすそうでない感じで、ちょっと分かんないです。いやだからこれもう、はい、長回しようやねんけど。あ、長回しいつ撮るん、明日。いやいや、明日ちゃう。僕そんなに余裕ないんですよ。それ結婚式が終わればもうちょっと余裕があるし、で結婚式をしでもう動画とかもいろいろこう、なんて言うんだろう、結婚したこととかも言うし、だから一応そこまであれしてたんですよ。結婚式終わっちゃえばもう言えるから、もうなんかある程度その制約がないんですよね。なんで、まあなんでってもなんですけど、だからその明日とかちょっときついですね。明日だって先生、僕帰って、あ、そうか、もう明後日行くんか。そう、準備して、で今なんかそのカードとか作ったりとか、そのなんか結構自分たちで作ってるもの多いんですよ、そのウェディング、なんていうの、まあ特にないんですけど、ないんや、なんかあげるものとかカードとか、そういうの自分たちでこうやった梱包してるんで。そうなんや。そうだから、ちょっとその長回しっていうか、終わったら長回し、終わったら長回しできますよ。先生こっちから行こうやな。どっちからですか。ここで一番下に降りてまっすぐ行った方が早いの。ああ、一番下、うん、一番下って外に出るってことですか。そう。ああ、いや寒いじゃないですか冬は。え、いやー分からへんけど、ここの今のこの外のこの距離歩くより短いと思うで。まあでも実質こう上がってこう、なんですか、移動距離的にはちょっと微妙ですけど、1階まで降りてまた5階まで上がるじゃないですか。これって2階まで降りるやろ。はい、うん、でここ1階の分が分かるけど、はい、でもこっちの方が、はい、このこっちに来る距離が短い。なんでこんな朝からこんなこと言い争わなあかんねん。なんかいいことあったん。いや、ないの、はい、結婚したんはおてんか。え、結婚したんはおてんか。いや、いいことですよ。あ、いいこと。いや、いいことですけど、うん、なんかほとんど忘れちゃいました、そういう。まあ、忘れてないですけど。あ、爆弾発言。いや、忘れてないっていうか、その時間とかすごい早めなと思って、めちゃくちゃもう、先週のことなのに、結構。あれ、先週か。写真とか届いたん、あのプロフェッショナルに頼んでた。いや、届かないです。なんか2、3ヶ月かかるって。なんでって。なんで。いや、1、2週間とかだと分かるんですけど、うん、2、3ヶ月って、
なんで逆にその1ヶ月後ぐらい何してるのって思うんですけどね。そうだな、わかんない、どういう、まあ、いろんな前の仕事があれしててそうなってるのかもしれないですけど、でだとしたらその一番最初の時はもっと早かったかなとか、なんか2、3ヶ月の猶予を持たせてるのが何なんだろうなみたいな。いや、まああれちゃう、あのゆっくりするんちゃう。ゆっくりしちゃダメでしょ。とりあえず2、3ヶ月ってだいぶだいぶですけどね。とりあえずまああの休むかみたいな。ああ、みたいな。何してるんだろうってのはみんな通ってるし見てますもんね、カメラ。あれじゃあ、あの YouTube 撮ってんやろうなと思ってんけど。そんなことないと思う。あの日本ホスピタルでなんかダメってなってるんですか。だってあの人あれやから、あの YouTuber やから撮ってはるわみたいな。知らないだってコロンビアにおった時とかさ、ドクターオーズとかこうやって撮ってたん、いつでも。あ、そうなんだ。カメラクルーはもうちょっと本格的なカメラやったけどな。あ、みんなあのドクターオーズが撮ってはるわっていう、うん、今これみんなドクター北原が撮ってはるわっていう。知らないもん。ほんとだからあんなんですよね、その1日みたいなやつも作ろうと思ったんで、ああ、まあそれはだから別に作ったらええんちゃう。ああ、いやいや、まあ、そういや、そうなんだけど、これだってあるやん、何の解説もしてへんやん。ああ、そういうこと、うん、まあそうだね、だからまあ難しいですよね、まあ、でもそういうのって結局やろうと思わないとやらないですけど、なかなかやろうってやっぱ大変なんですよね。自撮りやからな。これあの自撮りやったら虚しいやろ、この今この状態でも一人で今これ廊下歩いてますねとかって言うの。この状態がいらないんですよ、多分。いらんの。この状態とか普通に歩いて、うん、撮って、まあ、ちょっとナレーション言えるか、もう何か早回しのもう3秒ぐらいのシーンですから。あ、そうなん、はい、ポイントポイントで何をするか。これなんなら僕今日のメインなんやけど。いや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 、そうですね、だからその違いはあるかもしれない。問題はさ、オフィスに入ったらさ、秘書さんおるやん、はいはい、これ撮ってはるわって、YouTuber 撮ってはるわみたいなのあるで。多分、はい、おしまいですね。別に何も言われないと思う。そうなん、アーロンが何か言うてけ。多分いないし。そうだね、だからちょっと難しいですね。ああ、え、何が。いや、そういうなんかこう動画を作るっていう、だから例えば1日を動画にするとしてもなんか別に大したこっちもないじゃないですか。ああ、あの一回起きてカメラセットして回して、ほんでもう一回寝ておはようございますとかって言うんやろ。そんなとこまではしないけど、なんかそのあのなんでこっちがあった方が動画でいいじゃないですか、気象点検みたいな。今までの動画落ちあったん、あれ。いや、まあ、あるやつもありますよ。誰もおらんやわ。どこまで話すんですか。え、いや、今日僕朝カンファレンスも何もないから。いやいや、ないの、木曜日ほんまなくなって。あ、そうですか。火曜日に移って。7時半からなんかトランスプラントなんとかみたいな、うん、それは火曜日に移って。あ、そうなんだ、うん、僕のとこ未だに来ますもんね。あ、お邪魔します。すごいね、なんか書いてあるね。意外と美味しかったですね、このパイナップル 3D プリンテッドパイナップル。
グミね。はい。それすごい美味しかったですね。なんか、ホノルルに行った時のホテルの中に置いてあって。はい。あれ？リッツ・カールトン？あ、そうです。なんか、変な感じでしたけどね、リッツ・カールトンって言っても。そうなん。うん。なんか、普通に家みたいな感じで。いや、だからそういう、なんていうの、長期ステイ用のホテルじゃないの。あんまり朝飯は朝飯はホテルの顔やで。そうっす。まあでも朝飯もまあ美味しかったですけど、え、なんかめっちゃ狭かったですね。その場所が狭だから待たなくちゃいけないですよ。なんか30分ぐらい並ぶってこと？並ぶっていうか、なんか名前書いてちょっと待っててください。なぜならそのスペースがめちゃくちゃ狭いんですよ。これルームサービスにしたらよかったね。いやまあそんなことはですね。え？ほぼ値段もほぼ一緒やろ。外で食べたいじゃないですか。外ってアウトサイド？まあ外っていうか、まあ中っていうか、外だけど中みたいな。部屋の外じゃないですか。部屋の中であんまりあれするっていう、部屋の外で食べたいっていう。あるかね。レストランも、まあ食べ終わったらもうすぐどっか行きたい、そういうこと？いや普通に帰りますけど部屋に。いや分かるけど、はい、その食べ終わ、部屋やったら食べ終わっても、はい、あの食べ終わった後が残るやん。ああ。部屋の中に。はいはいはい。それは別にまあ。そんな、はい。僕はあれやん、その、ハワイのあれ着いた瞬間に、はい、息子があの、ルームサービス取るって言ってな。ああ、そうなんだ、もちろん。いやいや、ちょっと、もうちょっとあの、お金の使い方考えろって言いたかったけどな。そんな、もうルームサービスっていうあれがあるんですね、概念があるんですね。あるけど、はい、言うて僕はあんまり、あ、そうか、僕は頼んだことないけど、はい、あのあれ多分嫁はんと子供が日本に行った時に、あの一回クアランティンあった時があったやん。はいはいはい、2週間とか、まあ、10日間とかのパッケージでホテルに泊まった時とか、はいはい、あれ実質ルームサービスみたいな状態になるわけよ、はいはい、うん、だから多分それやと思う。ああ、なるほど、うん、普通に頼んどったけどな、うん、ああまああんまりルームサービスを頼むっていうあれがないですね。なんかあれって来た時がな割と気まずいね。あ、うん、どこに置きますかって言われて、うん、いやあのじゃあベランダにみたいな、暑いよとかって言われたよ。ああ、いや、まあ、だいたいしかもなんかちょっと美味しくなくないですか、ルームサービス。ああ、それはホテルによるんちゃう。あの、その時はその付属のレストランから直接来るタイプやったから、もう言うたら同じもんが食べれるね。ああ、いや、なんかその雰囲気的に同じもんだったとしても、いや、わかるよ。はい。あの、行って、その、爽やかな気分でコーヒー飲むってことやろ。そう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 、うん、コーヒー飲めないですけど。カフェですね。ラテですね。ああ。まあ、あ、ちょっとここ開けてもらって。なんで？ミーティングが始まるのに呼ばれるんですけど、開けてないと、なんか、呼ぶかな、どうしようかな、みたいな雰囲気になるんで、ちょっと開けてます。あ、何？インパーソンな？インパーソンですよ。はい、僕もそこでやるんで。何？あ、ドクターバルキーがやる。あ、そう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 。なんかそのあれです。多分昨日外来だったんで、昨日の外来のなんかまとめとかそういうのですね。そんなんあるんや。はい。外来のまとめとかあるんや。まとめっていうかなんかそのいつこれどこに入れるみたいな。ああ。はい。なんか。そうや、思い出した。はい、あのペリカルでやるフュージョンのお姉ちゃんだったやん。はい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 。あの人した。どれのだろう、あの全部基本的にしました、はい、あ、そうなんや、はい、あのペリカルディエクトミー、はいはい、ペリカルディエクトミー、どれぐらい取るん？いや別に普通のいわゆるこなんだろう、左開胸とかでやるのと同じですね、こんなもんですよ、別に、うん、ガバー取らないですよ、別に、はい、ペンってこう穴開けて、はい、足走ってまあこんぐらい、うん、切り取って、いやなんか先週僕ハワイおるときに電話かかってきてさ、はい、僕のそのそういう患者の、はい、あのやつでアージェントに
ちょっとって言われたから、はい、ごめんハワイなんやけどって言って、はい、で僕そんな感じでおらへんからさ、はいはいはい、あもしかしてあの先生にリファーしたやつかなと思って、はいはい、そうでもないかな、なんで先生とこ連絡が行くんですかね、知らんけど僕の感じからっていう理屈やったけど、はいはいはい、そんな人おらんけどって思ってな、まあまあ知らんけど、まあ、とりあえず僕ハワイだからあと誰かによろしくって言うといた、ああそれでオンコールのとこに行ったのかな、何だろう、そうやろうな、何ていう人でした、名前も何も聞いてへん、ああそうなんだ、多分でも僕絶対僕その中では知らんしと思ってたから、あ、うん、まあとりあえず僕ハワイやからっていうの、まあ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 、まあ、どうしようもないですよねハワイ行ったら、そうそうそう、何もできないし、そうそうそう、これあのホワイトボードにこれ書いて何をしてんの、自分での覚え書き、これ、ああそうです、あの要はあのまあ消し、一応なんかその消していくとちょっと進んでる感じするじゃないですか、ああ分かるよ、だから、うん、まあなんか僕があのポストイットに書いて捨てていく感じや、あそうそうそう、あとだからや忘れちゃいますけどね、消えへんやん、そうそうなんですよ、だからこれあのこれとこれで消さなくちゃいけないんですよえ、めんどくさくない、いやめんどくさいですよ、なんでこんなその粗悪なんだろうと思いますけどね、うん、あれがこういうのに先生これ欲しいから工程なんて言ってつけた、あそうですそうです、これないとやっぱりホワイトボード派なんやな、そうですね、いやなんか学会のやつとか忘れちゃうじゃないですか、忘れちゃうっていうなんかそのリマインドできないっていうか、うん、忘れるよ、まあ、あの携帯に入れてるからリマインドするんですけど、それやったら遅いわな、直前に来るからな、あとやってる感出るじゃないですか、それが一番大事なんですね、うん、出るんかな、はい、なんか何あのヨーロピアン行くんそれ、ああ、行きますね、どこ、オーストリアです、すごいやん、別にあのオーストリアであることはすごくないです、いやいやそのどうやって行くかすら分からへんやん、ああまあ、でも直通になりましたよ、ユナイテッドで入国できるん、まあ、ビザを多分あれしなくちゃいけないかもしれないですけど、これ、うん、え長回しにするとしたらさ、うん、これ流してええの、いやどうですかね、ホワイトボードにモザイク入れろとか僕無理やで、いやそしたらもうブラックアウトですかね、あそういや僕なんか昔やったことあるな、そのなんかモザイクじゃないけどなんかスタンプみたいなの貼るみたいな、パステルカラーみたいになる、ああいやまあそれどうなんだろうパステルカラーみたいなのだったら分かるんじゃないかなと思いますけどねなんとなく、まあ、ええやんこれ個人情報ないやん、あるそうか、そんな真面目にやってんねやっていうところを流されると困るんや、ね、いや困りはしないけど、はい、困りはしないけど、そうですね、え、うん、いや、ええよ、なんかするわ、はい、まあ、ちょっとなんか、はい、なんかした方がいいかもしれないですね、うん、なんか、なんか、うん、今日あれやろ、なんかマイトラルあんねやろ、あ、そうですよ、はい、うん、うん、早いと思いますからね、あ、そうなんや、何そんなリング入れるの、うん、リングと多分 P2 の畳むみたいな、そんなのがしょうがないです、ね、あれやな、ロボットの場合終わってからが早いからな、まあそうですね、抜いたら終わりやろ一応な、はい、うん、だから血出てなければ別にって感じですね、胸、うん、締めたりする必要ないですもんね、うんうん、そこはまあまあ、こんな感じになりますよね、ほんなら、はい、終わったら、はい、そうね、終わったらそら終わったらいつもどうしてんの、その患者搬送してんの、もう、もう終わってる、じゃねって帰るだけ、はい、その患者の、あの患者さんの家族に話したりはせえへん、しないしない、これ頼むすね、あ、食べる、なんかうん、ないですね、今は変な
サウジアラビアからインターンが見学に来てた2週間ぐらい。インターンってその何者、何大学生？インターンはサウジアラビアではお医者さん？いや、最初1年間なんか医学部が7年間あるみたいで、で、医学部の最終学年が1年間インターンらしいんですよ。で、この後にレジデンシーが始まるんですけど、今年の7月からカルディアックサージュリーのレジデンシーを始める予定のインターン、ね、で一応医学部生ですよね。うまいね。うまいですよ、これ日本っぽいですよね。ちょうどいいグミ具合や。はい、うん、なんかそんな人のビザはビザやろ、知らんけど。アメリカですか？サウジアラビアから多分。なんかそれこそ去年日本で ICC って言って学会があったんですよね、インターナショナルコロナリーコングレスっていう、うん、すごいマイナーな、うん、マイナーとか言うと怒られちゃうかもしれないんで、メジャーな、メジャーな、うん、あのそこに行こうと思って、東京のなんかその日本の航空券とかホテルとか買って全部準備してたんですけど、12月ぐらいだったんですけどね、あのビザが降りなくて来れなかったって言ってましたね。降りへんね、やっぱり、はい、中東の人らってビザは降りにくいんやね、うん、で、今はもう誰でも来れるようになったらしいです。なんか変わったらしいです。あ、何？ COVID のあれってってことかな。いやいや、わかんない。いや、多分そのビザのあれ自体が変わったっぽいですよ。なんか今はいつでも行けるんだみたいなって言ってました。あ、そうなんや。そんな不運だったねって。いや、そう、ちょうどその時っていうか、そのそれまではそうで、そのなんか変わったらしいんですよ最近で、なんか来れるようになったんだっつって。そんな人とか、1年いてんのこれから？いや、2週間です。あ、はい、どこにいたはんねやろ。ホテル、ヒルトンですね。お金持ちなんやな。ダブルツリー。ああ、なんかその大学が出してくるらしいです。あ、そうなんや。はい、で、なんか、いや、ハイドパークにしなかったのって言ったら、ハイドパークのハイアットってあるじゃないですか、ハイアットリージェンシーって、はい、の方が高いって。あそこ300ドルぐらいだけど。え、そんなにすんの？はい、値上がりしてるな。で、ヒルトンのダウンタウンの、うん、まあ、あのすごい近く、僕住ん前住んだところの近くのヒルトンあるじゃないですか、はいはいはい、ダブルトリーの。そこは200ドルぐらいなんで、そっちの方が安かったっつって。で、まあ、ウーバーとか使って来るにしても、まあ、まあ、そっちの方がまあいい、安いかなみたいな感じで言ってて、でも、まあ、確かにそれはそうだなと。そうなんや。なんかこの辺はあんまり安全じゃないっていうふうに聞いてたからみたいな。いや、まあそうだ。ちなみに双子の兄弟がいるみたいです。で、そうなん。それはなんかあの同じ顔してアメリカで働いてて、うん、で、なんかたまたま今シカゴに来てて、今一緒に生活してるって言ってましたね。たまたますぎるやろ、すごいね。来るんだったら、まあ、あの、まあ、一緒になんか生活するかみたいな感じで、なんかどっかから来て。一緒に生活。あ、そういうことね。わざわざその、まあ、兄弟がシカゴに来るから、そうそうそう、じゃあ俺も行くわって。そう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 。その人はどうやって生活してんやろな。なんかエンジニアじゃないけど、なんかって言ってましたね。メディカルじゃないって言ってましたけど。リモートで働けるんかな。わからない。まあ、休みを取ってるのかわかんないです。そうなのかな。まあ確かに、でも弟かお兄ちゃんかわかんないですけど、病院に行ってる時に一人暇ですからね。いやー、それよりもその人がアメリカにいて、その双子の方、あれが何、サウジアラビア、うん、今医学生してるのよな、はい、もう7年とかなんで、もだから20何歳なんだろう、わかんないですけど20代後半だとは思いますけどね。あ、はい、あ、そうなんや、うん、なんかすごい喋ってました、めちゃくちゃ。すごいな、あの辺の人らってめっちゃ喋るからな。めっちゃ喋りますね、うん、まあ物おじしないというか、はい、まあでも英語そんなにうまくないから楽なんですよ、英語喋るの。ああ、その、あの、対決する必要がないというか。そうあの、ネイティブの人だと、頑張んなくちゃいけないし、うん、なんか、頑張ってもなんか、えってなるじゃないですか。うん、あみたいな。何言ってんのみたいな。結局、あってなるけど、まあ、喋れない者同士、あってなるの普通やから。そう。なんとなくわかるじゃないですか。その、喋れない者同士の会話って。うん、あの、最低限に。わかる、ほら、言いたいことわかるやろっていう。うん、わかるわかる。そう。しかも、もうお互いなんか聞こうとする意志が強いというか、しっかり聞き取れなかったらなんかそれはゼロになるとかじゃなくて、
10でも伝えれば 100までこう翻訳してくれるっていうか本人の中で、うん、そういう努力しないじゃないですか。ネイティブの人たちは、まあ、する人はいるするかもしれないけど、うん、慣れてないというか。なるほどね。なんでその人をなんかその人までも今もフリーなんであれなんですかね。ずっと見てはんの？いや、あのその人はずっと見てますね。つまんないだろうって思いながら。いやー、分からへんけど、医学生でお医者さんしたことない人がロボット見てたら、まあまあ、ほら、おもろい。見ちゃう。好きやったらな。まあ、うん、長い時とか結構しんどいと思いますよ。ガッて、なんかなってると思うんですけどね。うん。まあ、事情もよう分からへんしな、長い事情。そう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 、なんか今日長かったな、みたいな。今日早いな。ならまああのできれば手術終わりにキャッチアップできるようにするわ。まあ分かりました。まあうんうん分かりました。じゃあ僕も働いてくるわ。いやまああのあれなら働いてください。そっちが多分あの優先だと思うんで。ええいやまあ、うん、今日はあれやから。ああまあ、うん、あれかもしれない。 あれやから、はい。はい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 、ほんなね、はいはいはい、どうもです。グミの具合がちょうどいいね。あ、どうやこれ？これは知らんけど、父の日にもらった。何でそれ絵ですか？なんか、切り絵っていうかなんか貼ってません？チームは出すかい。僕はこれはちょっと見せてもらっていいですか？あれやね。これ何で作ってんだろう。貼ってんですよね。紙を。息子のパソコンの中に。あれやん。ほら。あるやん、あれ。チーム和田の副代表の写真が出てくる。あれがあって、あれを見てこれを書いたらしいけど、誰やねん。普通さ、二度やったらさ、例えば僕やったら、このほくろさえ書けなんとなくなる。まあまあまあ。ほくろありませんね。あでもこのチームはね、の T シャツを着てるっていう。めっちゃおもろいですからね。まあでもこの、笑いかけたけども、まあもらって、いやありがとうって言うしかない。ありがとうねっていう。いやもう確かに笑うところでもないですし、うん、僕も笑っていいのかって感じですけど、おもろいですけどね。そう、なんでこの書かずにこうなんていうのかな、そうちょっと切り絵みたいな、切り絵してるんよね。書いた方が
書いた方が書きやすいと思いますけどね。なんでそんなですか、僕も知らんけど。しかも絵っぽいから、別に絵を切って貼ったような感じじゃないですか。別に切って作ったっていうよりは。書いて切って貼って。書いて切って貼ってるって感じなんで。書いた方が早いんやけど、まあまあ。知らんけど。知らんけどね。それはいいですね。一応だから飾ってはいるよ。一度もあの笑顔見なかったですけどね、あの息子さんがいらしてて、ずっとまあ気合いや、まあそれはまあ申し訳ないというか、彼だから言った通りやろ、そうや言うて、で唯一笑顔見せたのが、あの音先生のその動画見た時に音先生が映った場面があるじゃないですか。あの時だけ唯一はおあの笑顔見せてて、僕らの前で笑ってると思って、それ以外は全然笑顔愛想ないからね、笑顔で出てくれなかったですね。でちゃんと挨拶してなってずっと言ってて、うんって言って、まあ挨拶小さい声でしてるからね。あ、まあでもね、あの、うん、申し訳ないことしちゃったなと思ってたんですね。何彼には、あのやっぱそのいや自分だったらと思って、自分が、いやでもそれはな、いやあれ、いや僕はあのいや息子がいてくれてよかったよ。あのいやそのだから僕、いやあれ息子が来えへん場合は僕だけ一人で行くパターンや、はい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 、それでもええんやけど、はい、あの例えばその着いた日とかほらフォーシーズンズで飯食うたりさ、はいはい、いろいろさ、結婚式とかあの辺の行事僕一人で行けっていうのはそれはかまへんねん、はい、その他の時間、あのそのそらプールサイドでおっさん一人でおってもええけどさ、 あの時間の潰しようないし、朝飯とか食いにくかったんちゃうかなと思って。ああまあ確かに暇ですよね、っていうか普通にそれで、ね、かといって暇やからさ YouTuber みたいなことしてたら、 あの人一人で YouTuber してはるわって思われるやん。いや別にそれはいいじゃないですか。別に暇してるのとそんなに変わんないですよ。別に YouTuber してんだなっていうふうになるから、うんうん、まあ流行りもんやねみたいな感じになるから。いやでもほら、いやまあでもまあ時間とかだから、そのあらゆる場面で、あまあまあ一人じゃなくてよかったと思ったけどね。いやまあ先生は確かにそうかもしれないですけど、うん、いやなんかあと初日本当あのご飯なんかそのきっついた時フォーシーズンでご飯なんか友達のあれがあるから一緒にどうかと思ったんですけどって、うん、本当一緒にご飯しなくてよかったなと思いますね、レトロスペクティブに見て。やろう、あれもご飯一緒にしたらもう結構カオスでしたね、うん、やろう。いやその全然カテゴリーの違う人が、はい、集まってるからな、はい、うん、それは、あかんやろうと思ったけどな、はい、っていうかだから、はい、だからロストバゲージ仕掛けまして、ああ、うん、そんなこと起こるんですね現代にも、うん、いやでもやっぱ僕は怪しいと思ってたよ、その乗り換えがあるからさ。あ、まあ乗り換えがあるって確かにちょっとやる、乗り換えがあって、しかもエアラインがちゃうやろ。ハワイの空港はちょっとなんか怪しいですよね。僕はなんかハワイなんか怪しいなと思ったんですけど、いやそういやまあなんていうの、ホノルルはまあまあ一応国際空港やけど、はい、ハワイ島はあれやな、コナですか、コナはなんかほらセキュリティ通ったのに外やん、あれ。ああそうですね、はいはいはい、待つとこ外やん、はいはいはい、ここはセキュアなんだろうかとか思って待ってたやん。ああ、うん、そうですね、そうそう、まあおもろかったけどな。いやまあだからちょっとそのいろいろ、例えばその飯食いに行くとか、うん、なんかその留学一ライブのなんか留学ハワイの留学一ライブに出てくれた先生たちの飯の会とか、うん、まあ、そういうのにこう結構来てもらって、まあ、先生はまだしも、うん、その息子さんは結構もう、おい、まあ、またかよみたいな感じだと思うんですよね。で、まあ、ちょいちょい僕らも現れたじゃないですか。うん、あの、晴れ倉にいて現れたり。うん、こいつは何回来んのこいつ。なんか、何ですか。断るごとに姿を現してたから、何なのこの人たちっていう風になったと思うんです。で、僕はその回数を重ねることで、ちょっと慣れていったらいいなと思ってたんですけど、別に慣れることなく、最後はね、うん。いやいや、まあ、慣れることはないと思ってたよ。最後はね、ずーっとあれしてたから、うん、でも結構いい仕事はしてましたよね、カメラ、写真とか、あれな、ビデオはすごい、うん、どういう気持ちでこれ撮ってるんだろうねって話したんですよ、2人で。これ、この息子が一体どういう、何の、どういうあれなのかなと思って。いや、だから僕は指示出したからね、とりあえずずっと撮っといて、ただずっと撮ったらファイルでかくて移動がめんどくさいから、
10秒から30秒おきに切って取って切って取ってを繰り返してくれって言ったら、はい、うんって言ってた。あどういう気持ちでやってんのかなっていうふうに思って、まあでもありがたいんですけど非常に。あの何、はい、あのオフショットとか使えそうな、ちょまあ数秒ぐらいって入ってると思うわ、はいはい、うん、まあ、使えそうなのって何に使うのっていう話ありますか。知らんけどその先生がプロモーションビデオ風なのを作るんやったらいやいや本当はだからもうその動画をなんかいいすごいいい感じの動画を作ってとかって思ってたんですよ、うん、でなんかそのまあそれこそ結婚しましたじゃないけど、うん、別にまあそうなんですよ、それはそれでしょうもないじゃないですか。 YouTube で結婚しましたって言うのもしょうもないけど、うん、なんかその作ってやるのもしょうもなみたいな感じになっちゃったし、しかも時間かかるからそれだと結局、ね、でもなんかもうなんだろう、あのめんどくせってなってたんですよ。なんかもう結婚してんの、こ結婚式してみたいなので、うん、いやなんかちょっとインスタはちょっと上げるのちょっとあんままだちょっと動画できてないからみたいなのとかしょうもないじゃないですかそんなの。しょうもないな。でなんかその彼女上げたインスタとかがなんかハワイで、うん、ちょうど僕がライブしたハワイのやつと同じ風景だったりとかして、でそのインスタ見た人が、うん、ちょっとこれは匂わせなんじゃないかみたいな。匂わせてないやんね。うたさんのと匂わせてないやねんと思って。うたさんのと両方こう同時にこうフォローして見てる人がおるってこと。いやだからそうたまたま目にした時にあれっていうふうに思ってとかっつって。いや匂わせて匂わせて。いやまあでも一応その時は発表みたいなのして、まあ、発表。せなあかんかどうか別として、まだ発表してなかったから一応は匂わせかどうかって言ったら一応匂わせ。匂わせの定義ってのは、うん、なんかその男子側もしくは女子側、まああるいは今の時代男子女子と関係ないかもしれないですけど、うん、まああの対象となる側が、うん、まあお互い同意のもとか、あるいは同意ではない状態のもとで、うん、その情報をちょっと公開することで、うん、なんて言うんだろう、ある種、まあ、いろんな操作があると思うんですけど、例えばちょっと警戒させるみたいな、もうちょっとこう私実はなん例えばこんな有名な人と付き合ってるんですみたいな人がいたら、野球選手とかなんかこう野球試合見に行ったみたいなしたら匂わせだったりとか、ちょっとなんかその同じ腕時計とかしてたりとかして、あこれなんかちょっと匂わせてちょっと警戒させてるなとか、なんかそういうちょっとふわっと匂ってくるみたいな、そういうものだと。だからそれはそれやん、同じ景色撮ってたらそらそうやな。いや、僕があのツイッターで上げたあの顔見て見えない写真も一応あの匂いすぎやけど匂わせ。匂わせってのはよくわからないなと思ったんですね。何うん、まあ難しいですけどね。なんかそう、僕のほらあの北海道のさ、はいはい、あこ喫茶店行ったやん、はい、コメダですね。そうコメダのあの写真一応匂わせやってんけど、はい、誰も何も話せん。いやそれが普通なんですよ。えそれが普通。いやあれ見てこれ誰とあのお茶してんすかみたいなあるやん。あ違う、だからそれはだからなりえないですよ。だから先生と例えば誰かなんかちょっと可能性あるかなみたいな人がいたりとか、あるいはいなかったとしても別のところで先生以外の人がなんかその同じ日に、今日はなんか初めてコメダ行っちゃった。旭川のコメダ行っちゃったみたいな。まあ旭川とか言えなくてもコメダ行っちゃったみたいな感じで、うっすら。2枚ないとあかんってこと？そう、先生、まあ寝らないといかんわけじゃないけど、先生と同じ写真のこっち側から撮ってるみたいなのがあって、全然その、なんて言うんだろう。一緒に行きましたとかじゃなくて、ただコメダコーヒー美味しかったなとかってあげてたら、それは先生のツイートとか先生の投稿に対するカウンターの匂わせなんですよ。だからそのカウンターの匂わせってのがどういう意図で行われてるかっていう、まああるいはほとんどが全く無心なことが多いと思うんですよね。でも時には例えばそういうちょっとなんか匂わせる
るぞみたいなのとか。いやだからその歌さんのインスタとの写真はまるでに匂いプンプンなんちゃうんか。2人して同じ写真あげてた。だからそれは場所の写真、それは野球選手とか、うん、なんかそういう有名な人だから有名 YouTuber やからっていうか、まあもしかしたら歌さんの方が有名かもしれないけどまあまあ両方有名っていうのがあって、うん、何をだからそういうのもだからそういうのも何か面倒くさいなと思って、うん、で私その、うん、アホらしいじゃないですか、友達とかがインスタとか上げるのも、うん、ちょっとなんか彼女だから、うん、ちょっとなんか動画とか作るみたいだからちょっと結婚式のインスタとかちょっと上げないでみたいな言うのをすっごいアホらしいアホらしいな、アホらしいじゃないですか。いやもう上がってからその、うん、まあちゃんとしたというか、うん、あの動画上げても別にそれはそれでええとは思うけど、いやまあいいんすけどね、いいんすけど、初見である必要はないよね。いやなんかまあなんかそれこそライブとかでもなんか聞かれたりするのもなんかもうあの言わないってことは本当なんですかとかなんかそういうのあるじゃないですか、なんかそのあえて無視してる質問をみたいな、そんな全部質問答えらんないし、あのそういうのもなんかその、まあ、めんどくさいなと思って、はい、もう別に大したことじゃない、大したことじゃないとか、もうあのなんか結婚式の動画は作らへんの？いやーわかんないです。まあ、とりあえず今のが全部集めてるところで、うーん、まあ他の人らも撮ってはったの？あ、そうでは撮ってました。友達とかそういうのを全部集めてあれして、うーん、まあだいたい結婚式関連の動画を上げるたんびに登録者数が減りますよね。ガンガンガンって驚くぐらい減りますよ。まあ、その動画を流して動画の見た人が減るっていうのももちろんあるんですけど、それ以上の減り方をしてるんですよね。だその動画、まあ、わかんないけど、どういう、こう、あれになってるかわかんないけど、少なくともやっぱインパクトがあって、もう減るんですよ。なんで？いや、それは、まあ、いろんな考え方があると思うんですけど、まあ、一つは、例えば、僕とかみたいな、もし僕が自分のチャンネルを見てたら、この人は、なんかモテたくてやってて、でなんかもうちょっとだから悲しい人なんですよ。だからまあちょっとアメリカとか行って医者とかして頑張ってるかもしれないけど、うん、根本にはそういうネガティビティがあって、うん、その中で頑張ってて、だからちょっとなんて言うんだろう、僕の中で自分のことを見てたら下に見れるんですよ。あ、こいつはまだ全然結婚してないしとか、なんか例えば自分が結婚してたらとか、別にそんな優越なんかないんだけど、結婚してるしてないとか、モテるモテ、モテるモテないには優越あるかもしれないですけど、うんうん、でもなんかちょっとこう、下げすめるわけじゃないけど、ちょっとこう、なんて言うんだろう、ははは、まだ言ってら、みたいな感じのことができるんですよ。で、多分僕だったらそういう風に見るんですよ、自分のことを。で、そいつが見てて、あ、こいつまたアホなことやってるよ、はは、こいつはもう一生、もうなんか孤独だ、はは、みたいになってたのが、急遽なんか、ちょっと結婚してるのかもみたいな、ふわっと匂ってきた時に、うん、なんかいやいや嘘やろみたいな感じに思ってたら本当に結婚しましたとかっつって、なんか幸せ満点ニコニコみたいな感じだと、うん、うわなんかしょうもなってなつまんな、知らんけどしょうもなってなって、うん、そのサブスクライブ外すほど元気があるん、だから元気があるっていうか、そのある種あとリアクトしてるから、うん、まあそのある種のインパクトがあるんだろうなと思ったんですよ。普通だって好きでも嫌いでもなかったらどうでもいいじゃないですか、そのまま残すから。だから、うん、あ、もうこれ登録消そうっていうふうに思わせるだけの威力があったっていうのは、まあ大きくはないけども、一つのなんか収穫というか、だそういうなんていうか、そういう部分でちょっと幸せが出てしまったことに、なんか全然面白くなくなったなって、それは分かりますよ。僕も同じところで見てたら、わ、なんかつまんな、こいつのなんか次からのネタ面白くなってなりますね。あとは、うん、そういうなんかまあ、よくあるのが、その僕とか例えばその一人飯みたいな、女の子が一人ご飯食べに行くみたいな動画があるんですよ、しおりのなんとなく日常っていう。それは男とか全然出てこないから、一切出てこない。で、一人で毎回ご飯行ってて、まあ一人身ですみたいな。で、まあ別にそんなに僕ほどなんかそういう卑下するようなことは言ってないんだけど、基本は女子一人で行くみたいな感じなんですよ。で、その子が突然、あ、実は結婚しました、みたいな感じで言ったら、
やっぱちょっと冷めますもん。わ、なんか、冷めるわ。別にその子と付き合いたいとか、なんかそういうのはないけど、うん、なんか、なんかもうコンセプト、なんかもう、ぶっ壊しやねっていう、どうすんのかな、この後、みたいな、冷める感じとか、うん、あとはもう本当になんかその、なんだろう、ちょっと、よくあったのは、デートナウに使っていいような動画みたいな。まあこれ本当だからいろんな人の考えがあるなと思ったんですけど、デートナウに使っていいような動画とか、なんかいろいろな動画を見てて、なんかまあ、その、例えば結婚したことに対して、やっぱり嬉しい反面ちょっとなんかこう、なんていうんだろう、悲しいみたいな部分があると。なんか人のものになってしまったみたいなのが。で、まあでも、いろいろまあ、まあ、幸せになればいいと思うし、いいと思うんだけど、ただ、どうしてだったら、そのデートナウに使っていいの動画とか上げたんですかっていうふうに言う人とかもいたりして、でまあ最初そのリアクトとしては僕はえって どういうことなんだろうって、それはどういうことなんだろうっていうふうに思ったんですけど、よく考えたらどうしてあんな、いや思わせぶりな、ちょっとそのアイドルがやってるような感じで、自分は彼氏と彼女もいなくて結婚してないけど、なんかその、だからあなたをなんかこうあれしますみたいな感じのやつをやって、ちょっとこう、思わせぶりな感じにしたのだけはなんかちょっとやっぱり、どういうつもりで作ったのか、なんかわからないですみたいな。いや、どういうつもりで作ったのかわからない人にはもうわからないですよ。どういうつもりで作ったのかの、僕がどういうつもりであの動画を作ったのかはわかんないですよ。まあ、ちょっと、まあそんなみんなわかんないですけど、だから、でも、それを聞いたときに、あ、なるほど、まあ、いろんなやっぱり人間って考え方があって、自分だったらこの動画はこういうふうに思ってもらいたいとか、こういうふうに見てもらえたらいいっていうふうに思って作ってるけど、必ずしもその受け取り方をしないで別の受け取り方をする人っていうのもいて、なんか、で、あとはその留学医師ライブとかも、そのライブでも言いましたけど、僕が、その、そもそもやったのは、まあ、半分は、その歌さんと仲良くなりたいからって、まあ、半分ってか8割ぐらいなんですよ。多いな。8割ぐらいはやって、2割は、まあちょっとまあそういう情報発信もしようかなみたいな感じで。だから今8割がもうなくなっちゃったんですけど、2割だけになってる状態で、で、それもやっぱりなんかちょっと嫌だなって、なんかあれは本当にいい企画なのに、なんかそんな気持ち、そんな感じだったんだみたいなので、ちょっとやっぱショックでしたっていう人がいるんですけど、もう一番根本は僕はもうそこなんですよ。もう8割のその、その子と仲良くなりたいとか、そっちがあって、でもう別にそれで、まあ留学ライブってものとか、それ例えば人の役に立つ部分があればいいじゃないですか。別にそれが元々の動機がどうであれ、なんであれ、やってることに対して関係ないと思うんですよ。別に、いやもう留学情報絶対伝えたいと思ってるんですみたいな感じで100でやってるのと、20でそれでやって80ちょっと仲良くなりたいなってやってても、結果的に同じものができてたら僕は変わらないっていうか、別に何も悪くないと思ってやってるっていう、むしろそうじゃないとやれないと思ってるんですよ。まあそうやな。っていうのがずっと根本にあるんだけども、やっぱりそれは人によってはなんかそういう、まあだから僕毎回言ってるけど、何に関しても全ての動機とかっていうことに対して僕は不純な心が必ずあるんですよ。でそれをもうチャンネルの冒頭から言ってるし、そのチームワードの一番最初のところからもうずーっと言ってるんですよ。不純な動機っていうことをもう原動力にしてやってるんだっていう。だそこをでも、いやなんかそんな気持ちでやってたなんてっていうふうに言われちゃうと、いや、まあそうなんですよっていう。それはまあそうなんすっつって。だからまあでもそれも、だからまあ例えば全員が全員なんかそんな知ってるわけないし、まあ言ったら数少ない人しか知らないんですよ。例えば太田先生とか、なんかこの人、例えばすごいことやって、ちゃんとしたことやってても、実はそんなになんかあんま関心ないんだろうなとか思ってる人ってのは少数で、見た人ってのは例えばそれがすごく真剣にやってるっていう風に思ってしまうから、ああまあそういうもんなんだなって。まあだから人の見方ってのはいろいろ違うんで、だいたいあのショートとほら留学ライブのなんていうの、視聴者層みたいなの全然ちゃうはずやね。まあまあ全然ちゃいますね。同じにはまあ同じように受けることもできへんでな。はいはい、そうなんや。
だから、まあ、なんかいろんな考え方があって、うん、まあ、まあ。何減ったん、大体。いやなんかまあ、結局こう、波で、戻ってきて、なんか、結婚式関連の動画上げると下がるみたいな感じで、グリグリしてて、結局変わってないですけど、大体その期間、例えば、300人伸びるのに、伸びないみたいな。なぜならば、300減って、また100、100、100って増えてきて、300減ってみたいな感じになってるから、みたいな。そうなんや。まあ、緩やかにこうですけどね。緩やかに上りだけど、このダメージはゴンゴンってきますね。あとはショートをもう今動画で出してないから、ショートをどうしてら出してればもうちょっとこう、その減った分よりも伸びがあるんですけど、まあ、出してない分多分。ショートやめた？でもショート、別にやめたってわけじゃないですけど、うん、なんか、大変なんであれですけど。やろうね。はい。逆によく、あれもう週5で作ってたなと思って、はい、誰さんやったっけ、坂東さん、坂東さんは、はい、あれどうしたんやろうと思ってへん、最近。あ、多分どうしたんだろうって思ってると思いますよ。あれやめたんかなみたいな、はい、まあでもまあどっかでもまあでもなんか何飽きちゃいますよね。ちょいちょい作ってんじゃないの、もう完全に今んとこやめて。あ、今完全に作ってないですね。なんかやっぱ飽きちゃうじゃないですか、先生が。何の、いや僕もそうだし見てる方も飽きるじゃないですか。やっぱ伸びも最初の頃はボーって伸びてたけど、うん、今は結構定常なんですよね、どんなの出しても。だからでまた作るのもなかなかもうたくさん出してきたから難しくなってきてるし、より。だからでしかもなんかその情熱もこれスマッシュヒットだみたいなのが多分1年前ぐらい結構あったんですよ、自分の中で。これはめっちゃ面白いみたいな。でもやっぱ今はそんなになんかこうこれはやってぜひ作りたいなみたいなのもないし、なんか、はい、なんか飽きちゃってますよね。まあだから続けていけばなんとなく数は稼げるけど、なんか、うん、これをまあにしては続けてきたなって方だと思うけど、なんかこれを例えば週1とかでポンポンってやっても、まあやるかもしんないけど、今は別にちょっと。次何するのじゃ。いやだからちょっと今それを、まあ、別にそればっかり考えてるわけじゃないですけど、うん、なんかなんかできたらいいなと思ってますけどね、それ。まあでもまあ面白いなんかできたらやる、まあ試行錯誤ですけどね、ちょっとやってみて、まあ限界っていうか、その結構だから壁は感じてるけど、一方で。うん、例えば昨日、カウカウの YouTube とか見てたんですよ。えらい。まあ、ええんやけど、オタク。なんか、カウカウがこう、なんか、こうやって、なんかこう、肩に手を置いて、ポーズするみたいなのがあるんですよ、漫才中に。あれをちょっとなんか、どういうタイミングであれやってたかなっていう話になって、飯食ってる時に。どういう会話してるの？カウカウの、カウカウの、カウカウが、相方の方に行って手乗せてたかって聞いて分からへんな、議論。いやいや、そういうシーンがあったんですよ、なんか分かんないですけど。いや、あれ、なんかあるな。こうやって。うんうん、っていうのを、なんか話の中に出てきて、買う買うがじゃなくて、そういうのがあったんです、うん。彼女は結構お笑いに精通してるんですよ。あ、そうなんや。はい。だから大体、まあ、テレビの人だったっていうのもあるし、うん、大体分かるんですよ。だから、うん、なかなかカウカウのこのやつとかわかんない人いるじゃないですか。でも、普通の話の中で、それが出てくるっていうか、それをまずやるんですよ。こういうふうに。やって、それカウカウのやつだよねっていうふうに。どんな生活まずそんなことする生活ってどんな生活してんのそれを2、3回ちょっと空でやって、実際どういう始まりだったかよくわかんないからつって、カウカウの YouTube 見ようつって。まあなんかカウカウのこと好きだったらしいですよね、昔。高校生ぐらいの時に。っていう、あれもあって。で、見たら、カウカウの、YouTube 登録者数3万人って言って、だから、18万人ってすごいことだっていうふうに、でもそれはもうほとんどがショートのおかげで増えてきてるけど、うん、まあ、すごい一方でやっぱり壁はあるみたいな、だからそういうなんかって感じましたね。そうなんや。はい。なんかやっぱりこの人ならではのこれみたいな企画とかものとかそういうのがバズったりとか世間に受けないと多分いけないんだと思うんですよね。
なんかよく芸能人とかが例えばの YouTube とか見たりすると、まあ企画自体は面白かったりするんですけど、なんか同じことをやって、例えば踊ってみたやってたりとか、なんかコスメの紹介してたりとか、まあその人ごとに違うから、それ違うのかもしれないけど、でも基本はやってることはほとんど同じで、中身の人が変わってるっていうだけだから、その人の人気に多分比例したりとかすると思うんです。まあもちろん構成とかも全然それ関わってくるとは思うんですけど、だからで、僕らのそのなんか、一応なんか例えば外科医の格好してるとかっていうのはあるけど、でも多分なんかそういうのがを作っていかないと伸びる伸びないっていうことに関しては難しいんじゃないかなとは思ってますね。ただなんかこのキャラでやりますっていうだけじゃ別にそんなに面白いわけでもないし、なんか面白いものを作っていかないといけない。それが企画の大元のその考えなのか、編集とかでやるの、あれするのか、それとも自分自身をもっと面白くしていくのかとか、そういうののバランスで、まあ、なんか、うまいことケミストリーが起これば、なんか生まれるかもしれない。まあ、そのためには多分、継続してものを作り続けていかなくちゃいけないんだろうなと思いますけどね。結局、何か作んないことには、ね、何も動かないです。留学ライブは？両方ライブは続けます、はい、それはなんかそれこそセントルイスにいる宮田新先生って外傷外科の先生とか、うん、まあ結構留学 のライブに出た先生とかおめでとうございますみたいなメールしてくれたりするんですよね、うん、Facebook とかそういうのでその時にご結婚おめでとうございますみたいなで、これでもうなんか非モテビジネスは終了ですねみたいな非モテビジネスじゃないのにみたいなでもなんかその一般の方に分かるような動画も、いいと思いますけども、私としては、やっぱり留学を、志す医師とか学生にためになるような先生がやられているライブ放送を続けていただきたいと思いますみたいな感じのことをおっしゃってて、まあ確かにそれはそうだなと思って、まあね、はい、まあ大元っていうか、まあ別にあれ大元じゃないですけど、うん、まあ一応唯一YouTube の中で、うん、まあ、価値がある部分。それだけだから、うん、まあ、続けていって、まあ、多分、歌さんも残ってくれるだろうし、カウカウやるかもしれないですけど、こうやって、もう隣にいるかもしれないんで、こうやって。いや、だいぶ寒い。だって、二人とそのゲストの先生一人やから、ゲストの先生が、タカ先生ぐらいでないと突っ込まれる。他の人だ。ああ。それカウカウのやつですよって言ってもらえたらまあ結構いいかなと。コメントでほらだいぶ遅れてカウカウやからってコメントが入ってみたいな。そうなんや。そう。まだそういうなんかでもいろんなそういうのもあったし、まあでもそれは別にそのこの大きな物語の例えば先週2週間のハワイで結婚していろいろやってみんな来てくれて先生も来てなんかいろいろやってくれたっていう中のめっちゃサイドストーリーの一つなんですね。まあそういうのが最終的にそういういろんな感想とかコメントもらって、あそうなんだなっていろんな人がいろんな考えを持っているんだなっていうふうに思ったっていう感じですね。なるほどね。はい。うん、いや、ツイッターで誰か一人、めでたいことなんわかるんですけど、うん、傷ついてる人もいるの分かってくる。だから、笑ってる場合じゃないですけど、笑ってる場合じゃないから、それは僕がだから、直接的に傷つかないようなことを、に気をつけてるっていうふうな話をしたんですよ。いや、まあ知らんけど、それで、ああ、そうなんですねってなって、まあ、僕はまあ無反応やけれども、いいねだけしといて。その人とか最近一切出てこなくなったね。いつも前こうコメント欄とかに先生に絡んでいってるなこの人って見ててんけど、はいはいはい、多分だからその人は傷ついて去ってしまったよ。まあだからそうですね。何と思ったけど、はい、まあなんかそのそうなんですよね、まあ、なんかその、まあ、ハートポーズみたいなのをやって、うん、ツイッターで一回バズったことがあって、それ先生に言ったかもしれないですけど、それなんか記事にしたいからって言って、なんかよくわかんないところがお願いしてきて、
で、あ、もちろんいいっすよ、つって。軽いインタビューをって言われた時に、どう、何を心がけてますかって言われたから、いや、まあ、直接傷つくようなことは言わないように気をつけているっていうふうなことをしたんですよね。で、それが、なんかその、まあ、バズってから、まあ、あと、3週間後ぐらいにその記事が上がって、これでいきますみたいな。上がった。上がりました、上がりました。で、見ないでしょ、その3週間後にわざわざ。3週間後に見た記事。どういうあれなんだろうと思って時間で作ればいいぐらいのものじゃないですか、それって。だってバズってるんだから、ここで作ればいいのに、3週間後のここでやったらどうなのかなっていうふうに思ったんですけど、恥ずかしめを受けさそう。そう、でそれの、それの下の方に書いてあるインタビューを見て、あ、これこう書いてあるけど、私は傷つきましたっつって。まあ、それはもうどうしようもないです。なぜならば、もう言ってるようにもうみんな、傷つくことですから、あの、なんて言うんだろう、発言必ず傷つく人がいて、まあ、そのうちの一人になってしまったっていうことで、それはもう申し訳ないけども、しょうがないことですね。申し訳ないな、はい。どんだけ気をつけてもやっぱり、なんか言葉に出した時点でそれはもう誰かを傷つけることになりますからね。いや、まあ僕もあの反省して、あ、そうそう、のライブ、はい、ライブほら、あの、ほんまはあのワイキキでやる言ってたやん。はいはい、でもあれを朝の6時からあのハワイ島でやったのは、うん、ええアイディアやと思うね。ああ、そうですか。結論的にあれ、あっちに移動してからやるんやったら、はい、多分先生のしょうもないその部屋の中で、はい、ここハワイかどうかわからへんところで、ライブが始まるだけになってたと思うよね。はいはい、あの、外の。何その靴下この短いしか持ってない。その服も使うから持ってきた、はい、あ、そうです。これはもうレンタルですね。なんかこの辺でも借りれそうな、はい、一般向けな。まあそうですね、そんな大した。もうちょっとほら、はい、え、何これ、タキシード。タキシードです、はい。そうか、短パンにしといてよかったな。いや、これかなり暑いな。いや、暑いですね。スーツとか結構そんなん全然無理やったわ。いや、結構きついですね。早く夜になるし、多分このなんとか小原ルームっていうのも結構外だと思うんですよね。オープンでスペースだから。そこら辺になんか、あの、いわゆるカンファレンスルーム。はい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 。いや、この辺なんやな。そのカハラルームっていうのは、ああライブですけど、明日の、ああ朝やった方がいいんじゃないかっていう感じになってます。それどうですか、朝、はい、なんで、いや、4時だと時間読めないっていうか、その要は僕ら12時半に、うん、着くじゃないですか、オアフに。で、結局、うん、なんだかんだ言って2時じゃないですか、ホテルで落ち着くのが、うん、で4時とかにすると多分2時間しかない中で、うん、わちゃわちゃしてするぐらいだったら、もう明日の朝もう、7時とか6時とかから始めて、でもう1時間とかやったら日本の時間的にもいいし、僕ら的にもその日一日フルで使えるっていう。ええよ。いいんだ。よくない時の雰囲気だったじゃないですか。流れ的には。別にな、どっちでも、どっちにしろ、別にどっちにしろやから。あ、朝、いつも何時で起きてます？何時に起きてます？今日は5時。5時。だから5時起きの6時じゃん。かめへんいいんだ。6時って何？6時って何？いや、まあ朝にするか4時な。まあそうです。だからそれが朝がちょっとあれだったら4時ですね。だからできればなんかその要はここの景色がいいんですよ。外が。朝の4時、朝の6時って真っ暗。6時だ。だからベストは6時から始めると7時ぐらいに終わったとしたらちょうどこう明るくなってきて、なんかすごい変化もあるし、
ベストタイミングがあるんですよ。どこでやるん？多分僕の部屋の目の前。浜辺？浜辺。ほんまに音拾える？ザザザザザザって。僕はだから昨日ライブをしたんですけど、ああ、その時はもう音普通に拾ってます。そうなの。何の波の音も聞こえるし、僕の声も拾ってます。うん。えんちゃん。いいんだ、うん、いい時のテンションダメな時のテンションその質問攻めはダメな時のテンションですけど、いやまあ大丈夫ですか、その朝。いや朝は別に、うんうん、大丈夫よ。で僕はあのほらライブはノープランでは行ったけど、はい、一応あの反省点ないかってもう一回見たんよ。あ反省点ありまくりやった。ああそうですか、うん、あ基本的にさ、はい、あの僕いや結果的に言ったら、はい、分かるよ。そのだから、はい、そのコメントを読みながら僕動画 見れるやん。あれな、そうですね、はい、コメントを見てたら、はい、要はあの2人のことを聞けと。ああなんか前半は、うんそんなことなかったよ。後半の方になるに従ってそういうコメントが増えてましたね。僕も見ましたけど。だからずっと僕が喋ってるから、はいはいはい、君まず誰やねんっていう話と、はいはいはい、君の話いらんからっていうのと。やっぱだそれもだから、あの、やっぱり視聴者の方々も先生の位を分かってるから、だから先生の将軍クラスなんですよ。だからあんまり、うん、あの攻めれないんですよ。僕とか足軽とかだから割と割と存命に扱えるから、逆の立場だったら僕ボロクソ言われてると思うんですよ。お前ちょっと引っ込めっつって。でもだから最初は多分そんなに言わなかったのは、うん、そのやっぱ将軍クラスだからっていうのがあって。いや知らんけど、いやでもそれずっとずっとこの人喋り続けるのかって思って多分、うんちょっとみんなどう思う、どうするみたいな。いやそれ、いやだから言った方がいいんじゃないのみたいな感じになって。いやもうちょっと、いやでも確かにあのこう僕いやだた僕はさ分かってるやん。例えば先生のあの結婚式の映像を見て僕の感想述べてるとことか、僕はあの映像はこうでなっても言いたくてしょうがなかったから。でも別にライブで言わんでええことなんやけど、はいはい、先生に言うたいだけやから、はいはい、やけどその時言いたくてしゃあないからちょっと聞いてなって言うてたけど、はいはいはい、そのよう見たらコメント欄の人はその動画一切見てないあの時な、はい、何を言うてんのか全然分からへん。確かに確かに分からへんのに僕がなんか熱弁振るってるから、いや君もうええからみたいなそれは確かに、あ確かにそうやなと、うん、そうだからなんか、うん、視聴者の求めるものと動画ライブにしろ、うん、動画にしろっていうのがなんか異なる感じなのでなんか残念みたいな。いやまあそれはねその通りなんですけど、でも別に、まあそんなこと考えてないとは言わないですよ、うん、そんな視聴者のこと考えてないとは言わないけど、でもまあなんか話したい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 。朝早すぎたんよ。あで、あのほんま僕無計画で行ったから、あの思いなんか 2,3 個言わなあかんわと思ってただけで、それを言うたらどうなるかとか結論とか何も考えずに喋っただけやから、あなるほどねと思って、最後の方とかほらプロポーズの言葉聞け言うて、お前何してんねんっていう話で、いや確かにそうやなと思って、いや僕がもうちょっとほらインタビュアーとして、あのどうやって出会ったんですかとか、プロポーズの言葉何ですかって言わなあかんかってんなと思いつつ、まあそれは非常によくわかるけど、うん、でも僕には無理やと思ったね。いやまあ無理は無理でいいと思うんですけど、まあ別にあれはあれでいいんじゃないかと思いますけどね。まあ何もそのなんかバランスとか、まあもちろんねそういう話を聞きたいとかっていうのがあれば、まあそれはまあそれに答えられなかったら残念ですけど、でもまあまあしょうがないですよ。そんなそう別にそれで組んでるわけじゃないし、反省点があったわと思って。ああ、いや別に僕は全然なんか、うん、あのあれでしたけどね、割と、うん、まあ、電源パソコンのやつ電源充電しなかったことぐらいですね。全く理解できない、はい、この今日の僕このアイコン、はい、充電 100% やから始まってる。いやまあまあまあ、うん、まあそれはそうでしょうけど、うん、それはちょっと盲点でしたね、うん、まあ、しかもまた減りが早いですよ、あのコンセント繋がないと。そういうリスキーであったんですよ、外でやるっていうことは。
いやまあでもあれ始まった瞬間からまあまあないなと、あまあもともとなかったですよ、うん、のところから元気が減って、あんなに減ること僕ないで、あだからもうあのライブめっちゃ使ってるんですよ電源、あ OBS がすごく使っててカメラしかもすごくいいやつで使ってるから、まあカメラがどれぐらい食ってるかなんですけど、しかも OBS と YouTube ライブを同時にやるとやっぱ結構使えるんですよ、でも本当に編集用のプレミアプロとか開いてやってるとすぐ電気なくなりますからね、あそうなんや、はい、だからその使用量によって全然変わります、でもあれ iPhone に切り替わった後の画像も綺麗よね、いやまあそうなんですよね、すごいなと思って、うん、結局 iPhone ってめっちゃ綺麗なんですよ、うん、し何だったらちょっとその色の加工とかしてるから勝手に iPhone が綺麗に映るように、だから良かったりするんですよね、見た目、あまあだから、まあ、あの、はい、そうや結婚式の時のやつ一つだけ言うといていい、はい、あのなんかさその先生と歌さんが向かい合ってその新婦さんが言うことをリピートするやん、あはいはい、あ私のみたいなね、そう、はいはい、あの時の全く僕疑問やってんけど、はい、あの新婦さんが、はい、私北原ひろとは言うたやん、はいはいはい、神父さんがそう言うたやん、はいはい、私北原ひろとはって言ったら、はいはい、それ先生がリピートすべきところやん、あ私北原ひろとはって言いましたよ、はい、いや言うたけど、はい、最初10秒ぐらい何も言わへんかったやん、そんなことはない、いやちゃうよ10秒言わないってあれ多分、ね、あれ動画があったらそうやけど、でも僕あの時その、はい、私北原ひろとは神父さんが言ったら普通うんって一泊置いてから私北原ひろとはってパッて言うやん、はいはい、その時うんってなってうんみたいになってえってなって、でその時の歌さんがえなんで言わへんの顔してそんなことない、聞いてみ本人に、それちょっと聞いてみます、聞いてます、本人にえってそのこうまあ下向いてるなんか手かなんか合わせて下向いてる、私北原ひろとはってなってうんってなってえみたいな、そのそれこそツッコミみたいな人の顔して僕ちょっとちょっぴり面白かった。それはあの何ってなって、それから先生が忘れたそのまあ5秒ぐらい経ってからああみたいになって、ああ私北原ひろとはってなんやねんみたいな。ああ、いやそれは全然その記憶ないですね。えなんで？あれ全然おかしいタイミングだったよ。そこは何のあれもなんか。その指輪をはめた後に、うん、なんかこうお清めみたいな感じで、うん、水をこう葉っぱみたいなのに、うん、葉っぱみたいなのにかけられた後に、なんかなんだろう、あのラグビーの選手があの戦う前に踊るみたいな時に歌う曲みたいなのあるじゃないですか、うん、マカっていうのなんかわかんないですけど、はいはいはい、あんなことをなんか歌い出した時にちょっと面白くて笑いそうになりましたけど、なんか言ってたね、はい、いやでもあれもハワイ語かなんか知らんけど、それで言うたんや、なんかちょっと面白って思って、なんなんだこのちょろちょろ水かけてなんなんなのこの水かけんのみたいな笑いそうになりましたけど、それ以外は別に、いやあれだから全然なんかなんなん気失ったみたいなって、歌さんが おいって言ってもあのおしとやかにその節目がちにおるべきところはで見上げながら おいやおいって顎で突っ込みかけてくるほんまに面白くいやいやほんまやって宇田さんに聞く教会で聞いてる、多分覚えてないと思う、彼女もあんまりなんかそういう細かいところを覚えてないんで、いやあれは絶対覚えてると思う、みたいな顔してたから、うん、写真撮りてーと思ってあれ見て、うん、なんか全然、うん、なんか終始友達に、彼女の友達曰く、うん、彼女はすごく真剣な眼差しで終始やってたけど、うん、なんか僕はなんか終始にやついてたというか、なんかこうなんかちょっと恥ずかしいのか、なんか真面目じゃなかったっていう話を二次会みたいなところで言われて、まあ、あの会場のもうなんかずっと残ってたんですよ、あの人たち。で夜のなんか飲んでた時にあのなんかそういうふうに、それはまあしょうがないね、あのそれは多分歌さんは例えば笑ってくださいって言った時に笑顔を作る前とはちょっとしたプロやん、はいはいはい、でも先生は気持ち悪い笑顔になるやん、このニコニコじゃなくてニヤニヤになるやろだからニコニコしてるって思ってても旗から見たらそうやってニヤニヤしてる、ね、何をニヤニヤしてるの人はっていう、そんな典型的なあれやから、あの
なんか結婚式ムービーみたいなのコメント、まあ基本おめでとうございますって、だからびっくりするぐらいあの登録者減ってるけど、基本的にはおめでとうございますのなんかポジティブなコメントしかないんですよ、うん、であのバットマーク見えないじゃないですか、だからどれぐらいバットマークついてるかわかんないですけど、バットマーク結構ついてるのかわかんないけど、おめでとうございますが多いし、批判的なコメントもそんなにないんですよね、なんか。でもなんか一個あったのは、なんかおめでとうございます、なんかとっても二人の笑顔素敵です、ただガミースマイルなのがちょっと気になりますって言って、でガミースマイルってなんだと思って、うん、お二人ともガミースマイルですねみたいな、ガミースマイルってなんかその洗った時に歯茎が上の歯茎が3ミリ以上見えることをガミースマイルって言うらしいんですよ。そうなんだ、そんな用語があるで、ガミースマイル認定されましたね、二人して、しかも二人でちょっと見て、ああ確かあの僕は結構ガミースマイル気味だねっつって、で彼女はガミースマイルじゃないと思ってたんだけど、これはガミースタイル、ガミースマイルかもしれないっつって、ガミースマイルらしいです、あの僕ら。そんなの、はい、っていうのはちょっとなんか批判的な意見としてありました。それがもうその程度やったらええわ。まあそんなですね、だから、うん、まあいろいろあったけど、まあ、うん、とにかくハワイはもう疲れちゃいましたし、もう思いっきり寝坊したからね。ああまあそれは、あそうだ、それはね、申し訳ない。あんなんある？いやあれはね、あんなんあるでしたね。あれだから結婚式があって、でも結婚式も結構遅くまでもうその彼女の友達が残ってて、でなんかもう一人ずつ質問していこうみたいなコーナーが出来上がって、あのサムって、あのオーストラリアのサムがなんかじゃあクエスチョンしてこうぜみたいな、なんか仕切ってなんかウイスキーとか頼んで、でなんか質問するんだけど、なんか僕はなんかそれでちょっとちゃんと答えるんだけど、彼女はなんか全然協力的じゃなくて、なんか全然なんか、いや何の質問だったの今のみたいな感じで、ちょっとその流れを、なんでそんな流れを崩すのみたいな、多分なんか答えたくないけど恥ずかしいとかそういうのがあったと思うんですけど、そういうのでもう結構夜遅くまでになってて、で朝5時とか6時に起きて、で僕一人でもあの机とかテーブル移動して全部でもう迎えに行ってやって、でそのままもうほぼ寝ずでハワイ、そのドローンとか撮ったりしなくちゃいけないから、ドローンとか撮ったりとかして、でハワイからホノルルで、ハワイの空港でもちょっと遅れてたじゃないですか、なんかあの両方とも同じ名前の北原歌子のチケット2枚出されたんで、それであの保安所に検査所に行ったら、これ名前一緒やでって言われて、もう一回並び直してで発見してもらってギリギリだったんですね、うん、とかいろいろあって、ホテル着いてもうちょっとやっぱ疲れたと思って、うん、ちょっとでもまあさすがに2時とかだったんで、うん、まあ7時やから、うん、まあちょっと一回仮眠して、うん、まあ起きていくかって言ったら、もう起きたの先生の電話でした。だからもうなんかその何も全然普通にもしもしって言ったら5秒か10秒ぐらいずっと無言で、あれそんな先生の時間の感覚ちょっとバグって、いやいやほんまやってもしもしって言ってから何にも音ならへんからあれと思って、でも電話取ってるけどな、あれなんかあんのかなと思ってじーっと待ってたら、はいもしもしでも何でもなく、はい、めっちゃアナウンサーみたいな声来た。やれでも本当に申し訳ないですけど、はい、今起きました。いやもうなんか別になんかもうなん無でしたからね、もうその電話来た受けた時にもう別になんかあのあっていう感じで、うん、あそうなんや、はい、うん、いやまあ、ちょっとええんやけどな、はい、うん、いやもうそれは申し訳なかったですね、もうだって向こうもだってお互い全然、まあ西村先生もいなかったから、うん、全然知らない人同士じゃないですか。僕はほら現地の人3人おったけどさ、まあ知らんから、はい、あどうも初めましてやけど、はい、その本人同士もあれ大体初めましてやな、ね、そうです、はい、まあ、木村先生と永井先生は知り合いだったっぽいですよね、うん、今村先生だけ多分あのし、まあ、救急だしあんまりあれだから知らなくて、うん、みたいな感じで、西村先生と木村先生も多分知り合いだと思うんですよ、うん、西村先生、今村先生は知らないみたいなので、うん、だからさ、あれほんまだから例えば先生が来てあの仕切らなあかんとこやったやん、いやもちろんそうです、でそうやねんけど、はい、その
僕も例えば仕切ろうもたら仕切れるしっていう、はい、そういう人が4人揃ってたんよ。あ、まあ、だからまあすごい指揮者4人で、はい、そのバイオリン弾く人1人もおらんかった。いるいる、別に僕は弾きますよバイオリン。だからその誰がこう指揮棒を取るかっていうのは、あのよう分からへんで、みんなこのなんか長い線で最終的に取ってました、ずっともうほとんど。だからおいで、まあ、まあ僕はあのもうハワイ、まあ言ったらもうゲストっていうか、はい、あんまり地元じゃないんで、はい、お任せしますっていう、はい、だとこら辺から向こうに移り始めて、まあ、とりあえずそうしてくれっていう話で、いやーちょっとだからね、申し訳なかったなと。で、 T シャツも結局やらずで、もうなんかもう、そうね、あれわざわざ持ってきて、あれ息子に着せんの結構一苦労して、なんでこんなん着ていかなあかんのってなって、いや、ちゃうねん、これはあんねんって言って、で、これは、まあ、じゃあ分かったわって言って来て、はいはい、その上に、あのそれバレたらあかんから、あの一応その上に、そのアロハシャツ着ろって言ったら、暑いと。T シャツ脱ぐって、T シャツは、T シャツは着とけって話で、なんでなんて、T シャツで行くからいいやんみたいになってんけど、いや、じゃあね、それ最初からチームワダデが出てた、一応あかんことになってんねんって言って、最後に写真撮るって言われるから、その時におもむろに脱げっていう指示出してたんです。すごいですね。うん、な、まあ、もうええわって、はい、わかったわって言って、その前に帰る。全然写真も何もあらへん。そこまでちょっと気回んなかったですね。先生帰るって時に、あ、じゃあちょっと写真撮りましょうよなんていうのが、まだちょっと、なんだったらまだそんなに起きてもいなかったのよ。普通になんかもう、あの、ほんまに、パジャマで着てた。いや、パジャマではない。あれですね、あの格好でハワイで過ごした格好なんで。パジャマではね、着替えてますからね、あれで一応。いや、あれはね、もう申し訳なかった。まあ、すべて、来た人すべてに申し訳ないですけど、先生に一番申し訳ない。いやいや、ええやけど、別に、まあでもあんな店めっちゃうまかったから。いや、まあ美味しかったですね。すごいよな、あんな店あるやん。普通のもう、普通の、日本の美味しい居酒屋や。普通の居酒屋チェーン、美味しい居酒屋がハワイにある。すごいよな。あんまり食ってなかったですけどね、みんななんか。うん、いやいや。僕、あの、アラモアナセンターにもう、ジローのまんまジローがあって、ビビったんですよね。ジローって何？あ、ラーメンジロー。はい。バリオっていう。で、調べたら、うん、やっぱりジロー系のやつ、ジローインスパイアっていうか、なんかジローリスペクトみたいな。あ、そうなの？はい。のラーメンで、もう、うん、まさにジローでしたよ。もう一回食べたことないね。ジローですか？うん。それ食べた方がいいですよ、東京帰った時。東京帰った時っていうか、東京行った時。はい。そうなんや。別にまあ、すんげえ美味しいかって言われたら、別にまあ。マシマシにするん。いや、マシマシとかしないで普通のにした方がいいと思います。そうなん、量多すぎるんで。あ、結構きますね。美味しいんや、あれ。美味しいですよ。それもハワイで食べれて、もういっちゃんテンション上がりましたね。あ、これもうジローじゃん、これっつって。しかも知らなかったから、バリオ店ってなって、ココイチとバリオで、なんかちょっと、いろいろ晩飯、最終日の晩飯どうするっつって、まあ、アラモアナセンターで食べようっつって、フードコートでもう良くないってなって、もうそういうフェーズだったんですよ。うん、で、なんか、じゃあ、ちょっと、俺ココイチ並ぶから、ちょっとバリオ並んどいてみたいな。バリオ捨てみたいな。だからもう別々で並んで、カレーとラーメン買ってきて食べるみたいな。お昼寿司食べたんですけど、お昼寿司食べて、夜はカレーとラーメンみたいな。だからココイチ、なんか、カレーはあるけどご飯がないって言われて。え？そんな、どんな商売してんの？と思って。いや、ご飯ないとカレーはちょっと難しいな。でバリオの隣のなんか変な鉄板焼きみたいなところで、そこでカレー食べたんですけど、でバリオが来て食べてるの、ちょっとちょうだいって食べたら、もうジローだったんで、もうあと全部もらいましたね。ああ、そうなんや。はい、めちゃくちゃ美味しくて、はい、何でもありますよ。ドンキもあるし、ハワイには。そうなんや。あります。アラモアナセンターの近くにドンキがあって、もう何でもあります。ミツワよりも全然安いですし、H マートで午後の紅茶1本買うと4ドルなんですよ。うんうん、ドンキで午後の紅茶1本買うと2ドルですよ。あ、ほぼ定価。アメリカの中で、ほぼ定価ではない。全然定価ではない。2倍ですよ、日本の。日本130円だから。ああ、そういうこと。日本の2倍なんですよ。あ、ドンキが。で、三ツ矢は日本の4倍ですよ。そうやな、5ドルぐらいな。ビビりませんか？アメリカ国内で2倍値段が違うっておかしくないですか？三ツ矢とドンキで。なんやろ、ハワイ、日本に近いから。ちゃう、多分、だからもう多分、
その形態が違うんじゃないですか。だから安く仕入れて安く売れるっていうのができてるんだと思いますよ。だからドンキがシカゴにあればもう三つは潰れますよ。うん、もうだってドンキに行くもんみんな。いやそらそうやけど、分からへんけど、あれちゃうの、そらドンキとてシカゴに輸入したら高なるんちゃう。いやそんな変わんないじゃないですか。うん、分からんけどもね、それがちょっと一番ビビったことですね。そらハワイはええよ、まあでもなんやろね、あのハワイってほらなんやろ、貧富の差とは言わんけど、栄えてるところと栄えてないところの差が激しいやん。うんうん、危ないみたいですね、やっぱり、ね。栄えてないところの衰退具合が、まあまあ、あの前来た時より衰退してるなんていう感じしたね。うん、ただ、栄えてるところは、今工事とか盛んにして、また建て直そうとしてるな、みたいな感じだったけどな。なるほどね。まあ、ビッグアイランド良かったですね。あのハワイとあのホテルもすごく良かったし、ハワイね、あれね、なんか すごくなかったですか。もうやっぱオアフ来て、まあ、オアフはもういいけど、やっぱりハワイ島良かったなと思いましたね。すぐもう来て、もう数秒で2人とももうハワイ島良かったねっつって、うん、順番逆にしとけばよかったっつって、オアフ来てからハワイだったらよかったのに。なるほどね。ハワイと行った後オアフ来たらもうなんかちょっと沖縄じゃんこれみたいな。まあ一応ちょっと都会やかな。はい。テンションになってました、ね。まあでもほら、ドンキないからね。まあまあ、それはだから、最終的にそのバリオとドンキでもう、どっちかってなって、どっちかって言って。で、ハワイ島で別になんかうまいもんって、まあ、うまいけど別になんかねっていう感じで。ハワイ島あれでも多分さ、フォーシーズンの中で1日2日だけ過ごすっていうことやからいいわけで。はい、3日4日5日とかになってきたり、長期滞在になったら、おい何もねえなってなるわ。まあ、あとは星見に行ったりとかですね。ああ 星がめちゃくちゃ綺麗だったじゃないですか。星出まくってた、ね。出まくってましたよね。携帯でも星撮れたね。はい。あれを、だから星空観測ツアーとか行くと、もっと山の上とかに行くんで、うん、もう、ガン見えするの、光ないし、ガンガン見えるんだと思いますよ。なるほどね。それするためには、もう8時間とかのツアーで、もう事前に行って、なんかもう1時間ちょっと2000メートルのところで1時間過ごしてからまた行くみたいな。要はその高山病になっちゃうから。あ、そんな高いの？そんな高いらしい。4000メートルとかそんな感じで。だからちょっとそのツアーでもう午後3時からスタートしないとダメだとかって言われて、そんな時間ねえと思ったんで。ねえな。ねえですよ、ね。だからまあ行けなかったですけど、またもし行く機会があればやろうかなと。まあないですけど行く機会。あのさ、先生のその結婚披露パーティーみたいなところは、カハラルームや。はいはいはい。あれの場所のわからなさって言ったらなかったやろ。まあ確かに。てかまあ、ウルーレストランって言えよって話、ね。そうそう、ウルーレストラン内って言えよ、いう話。はいはい。カハラルーム言うから、はい、僕、だから事前に場所調べなあかんから、はいはい、ついてロビーで聞いたよ。カハラルームってどこって。はいはいはい、あの受付で。はいはい、知らんって言われたの、レセプションの人に。ん？と思ったけど、まあ、まあ、北原先生に聞きゃええわと思ったから、あ、そうなんて言って、で、その、ホテルのパンフレット見ても、どこにもカハラルームって言葉ないし、ね、先生に聞いても知らないっすって言うから、なんやねんってなって、ほんで、あれ、だから先生が写真撮りに行ってる間、行っとけって話やったやろ。僕、その時に、その、これで他の人に、メッセージお願いしますってやろう思ってたんや。あ、だけど迷ってしもて時間なかった。あ、だから、ね、それが一番のね失敗ですよね、うん、今回のあれの。だからその事前にみんな集まった時に、うん、わざわざ QR コードにその YouTube のやつを載っけて、うん、オープニングムービーだっつって、うん、であの新郎新婦がこう、うん、なんか過去のやつ、まあ、YouTube に流しましたけど、うん、その YouTube に流したやつをみんなこう個別に見て、うん、でその先生が出てたから出るじゃないですか。で先生のこと知らないからみんな周りの人、うん、なんかあの人だけ何の人なんだろうってなるじゃないですか。リングボーイやってたし、うん、なんだろうみたいな。でもちょっと話すのはちょっとあれかなみたいな。な時にあそこに出てきて、なんかちょっと、あの人だみたいな。いやいや、うん、話してる中で先生も見るから、うん、
その時に、なんだこれってなって、ちょっと、どうしようもなくなる。そうそう、どうしようもなかったよ。っていう、ドッキリみたいなのを。まあ、ドッキリっていうか、ドッキリっていうか、もう、なんていうか、やりっぱなしみたいな。っていうのを。僕が着いた時点で、まずもう、僕と息子、汗だくや。暑かったからな。はいはい、ほんで、なんかミーティングルームあるやん。あそこのホテルに、ミーティングルーム、はいはいはい、ボールルームみたいなのがあって、はいはい、ありますね。ちょっと離れそこに、はい、そこまで行って、はい、あれ、全然その、北原様ご一行とか書いてねえなと思って、はいはいはい、でも建物入って、怪しげな二人が、はいはい、開けたら、開くんよね。誰もないけど。でもなんかガチャって開けたら、ね、なんか、このパーティー会場みたいなのが用意してあって、ああぽいもうぽい、あれここかなとかってもう外2人で違うんじゃないとかって言われながら、まあ、でも誰にんでその道を歩いてるそのホテルの人に、はい、カールルームどこカールルームどこってもう結構5回ぐらい聞いたんやけど知らんって言われる。あで、いやそのウェディングパーティーがあるんだって言ったら、はい、じゃあここじゃねえのってそのミーティングルームの方を指すわけよ、はいはい、でもここ僕悪いけど入って大体全部の部屋見て回ったんやけどと思ってでもおらへんしないし、はい、なんやろうなと思って先生にテキストしたらどうやらあのレストランの中で逆に他の人どうやって来れたんですかね。知らん。あで他の人はだから、はい、あの結婚式場からそのまま行ってたんですよ。歩いて行ったらね、連れてってみんな、はい、僕その後撮影してたから、ね、そう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 、はい、それだけ残ってたから多分分かんなかったと思うんですね。なるほどね。全然話変わりますけど、根本さんも来るみたいですね。あそうやで、はい、全然知らなかったんですけど7月1日、いやなんかそのアーロンがさ、なんかちょっと話があるって言われて、アーロンに話あるって珍しいなと思って、はいはい、何って言ったら、はい、そのドクター根本のスターティングデーだけど7月1日と8月1日とどっちがええって言われて、なんで先生に聞くの知らんけどはって言われて、えいやそれは知らんけど、うん、7月1日ちゃうんそらって言ったら、なんなん何のことって言ったら、そのオクペーショナルメディスンに受診せなあかんやん、 あ、はい、あれでも僕らの時多分先生もやけど来てから行ったやろ。そうですね。それがもう事前に来なくちゃいけなかった。そう変わった言って、それが例えば6月中に来れるんやったら7月に始める、そんな7月に来てから行ったらええやんって言ったら、それやったら8月になるって言われて、そんなおかしいやろって言ったけど、もうそれはルールで決まってると、うん、でほんならあのいつからがいいって言われて、なんで僕に聞くか知らんか知らんけどまあ ねもやんその日本でプラプラしとるやろうから、はい、来週その7月1日からで来週にそのほんならアポイントメント取って行ってもうたらええやんって、それの話で、なんかアロンが今日あの木曜日に予約取れたからとか言って、あ来週のアツシも、はい、あの来週木曜日までに来れるって言ってるから、はいはいはい、うんみたいな、あみたいな、ありがとうっていう、なんなんそれと思いながら、うん、普通やけどなと思って、なんか、うん、オフィスとかあるんですかね。でもさ、あるらしいで、ほんでそのからそのアロン、いや彼来たら部屋いるでって言ったら、その元々のあのデビット・オン・サガンの部屋が、あのどこだ、割り当て、あそこの部屋、間のところ部屋じゃない部屋で、はいはい、あそこが割り当てられてる、はいはい、あ、そうなんだ、こんな絵はって、うん、いやなんか、なんだっけな、なんか、あ、そう、なんかで聞いた、あ、そう、だからアーロンにその、うん、オンコールのやつで、うん、僕来、今週の金曜日から来週の金曜日までオンコールなんですよ、うん、で、土日はなんか7月のアウトオブオフィスの日教えてって言われてたけど、僕別に何にも予定なかったか言ってなかったんですけど、1には予定あったんですよ実は、うん、なんかウィスコンシンに行くみたいな企画があって、うん、あの部活の先輩を連れて車でよくそれもよくわかんないですけど、うん、あのでそれがあったけど、まあでもそこまで金曜までオンコールしてるからさすがに1に入れないだろうと思ったけど、うん、まあでも入れうるなと思ったんで、うん、アーロンちょっとあのそこオンコールいないでって言ったら、いやでもそこもう全員オンコールダメって言ってるから、うん、オンコール入るよって言われて、なんでと思ってで、まあでも、まあ、定位がオンコールで、うん、僕はプロケーメントコールみたいな感じにはできるけどって言われたから、うん、もうぜひそうしてくれっていうふうに言ったんですけど、その時にアツシが1日から来るっつって、でもアツシはオンコール1ヶ月は取れないから8月からになるよみたいなこと言ってて、あ来るんだと思って、全然知らなかったから話題にもなってなかったじゃないですか、
うん、全然もうあの全員で諦めてる。諦めてるってか、もう忘れてるじゃないですか。あって、あれ来たってなるじゃないですか。うん、それでメールしたんですよ。テキストして、来れるんですかっつって、あ、来る、27日に来ることになったとかつって、おめでとうございますとかつったら、うん、ミッドウェイに到着するっつって、ああそうですかっつって、17時とかって言って、うん、この人なんかまさかと思って、しかも、うん、なんだろう、あの17時に着くんだけど、もし時間あったらなんか。あの迎えに来てくんないとか、うん、あるじゃないですか。先輩だったとしても、なんかその、言い方が。うん、てか、なんか、ちょっと来てよとか、なんかあるじゃないですか。17時着。でも、ちょっと、これはまあ、でも反応しないでおこうと思って、うん、何も反応しないで言ったら、うん、なんか、暇なのっていうふうに聞かれて、うん、まあ、なんか暇なのって、今暇なのか、その日暇なのかわかんないけど、うん、でもまあ、ちょっと一応言っとくかと。まあ、その日なんか手術が、2件多分あってオープンもあるからちょっとその日は多分無理っすって言ったら、うん、そっか残念って言って帰っておしまいっていう。普通にウーバー乗れよ。普通にウーバー乗れよって思うんですよ。そんな別にめちゃくちゃお金持ってるのにどういうあれなのか分かんないですね。ミッドウェイ近いじゃないですか。しかもシカゴ、うん、ハイドパークまで何だったら、うんうん、なんでそのまあ契約家やからね。いや契約家プラスなんか働いてますよ。そのもうなんか言い方とかあるんじゃないかなと思うんですよ。その僕をこうちょっとこうよし行ってあげようっていうふうにさせるなんか言い方とか。でまあほらアテンディングで帰ってくるから。いやちょっとほら態度もでかいし。いや関係ない。絶対関係ないと思う。まあでもすごい良かったなっていう感じですけどね。いい時期に来て。いいんじゃないかなと思いますけど。どうするんやろな。わかんないですね。うん、何するかわかんないですけど。何すんやろな。何するのかわかんないですね。うんはい、暇やでな。うん、なんだと最近なんかサブクラビアンバルーンパンプとかもあんま聞かないですよね。そうやな。あんまりなんか。おらへんのかな。てかなんだとエクモもあんまり聞かないですけど最近僕。うん。手が内緒でやってるとかでもないよあれ。いやわかんないですそれは、うん、内緒でやってる可能性はありますけど、でもなんか、うん、でも予定表には全然上がってけえへんな。はい、うん、プロシージャールームでやってるのかもしれないですけど、うん、あんまりなんか、うん、もうちょっと前、うん、もう3、4ヶ月前ぐらいは結構なんかバンバン入っててなんか、うん、こっちにも余波が来るぐらいの感じだったんですけど、うん、今なんか全然なくなっちゃってるから、うん、僕はあのすっかりもう僕はまた10年かけて、はい、サブクラビアンバルーンってちょっと僕よくわかんないですっていう空気出し続けて、はい、ようやく今この地位を得たというか、あそのできない人、僕できないから、ね、サブクラビアンバルーンはできない人っていう、僕はできないからねっていう話で、うん、もう一芸は身を滅ぼすよね。あまあそうですね、確かに、うん、できない人いないですけどね、サブクラビアンバルーンパップ、ややこしいもんだって、まあ。ややこしくもないっすよ、ね、だって患者さんアウェイクの時もあるし、ほぼアウェイクですよ、うん、ああいててとか言うやん。まあ言いますよ、まあ、痛くないように曲魔とかしますけど、うん、まあ、でもあーってなりますけどね、うん、まあ、でもまあ、うん、あーってなった時はもうしょうがないですよ、うん、まあ、追加してなんとか追加してなんとか痛くないようになるまでやって、虫歯と一緒ですよ、うん、なるほどね、うん、まあ、だからちょっとあれだなと思って、うん、おめでたいというかまあね、あれなんですよ、はい、ネムヤンサブクラビアンバルーンできるんか。いやそれはできるさすがに、はい、やってたっけな。いややってたと思う。あやってましたやってた、はい、テイと一緒に、はい、エクモもできるし、イクモディカネレーションマントデバイスだけ使えないって言ってますけど、でも僕も絶対助けないですから、まあ、できないって言っても僕はもう絶対助けない。僕はもう嫌ですっていう。取り扱い説明書読めない。誰でもできるから絶対手伝わない。それはアホらしいですからね。マンタも全然今最近聞かないですからね。あれほんま聞かへんな。なんでな、エクモが聞かへんからかな。わかんないです。
あれあんまり体に良くないんちゃうし、まあ、体に良くないと思いますけどね、うん、はい、まあ、でもなんかいろいろ大変じゃないからいいなって思いますよね、いろいろ大変じゃないですか、手術室行って打ったら買ったらね、どうこうでみたいな、うん、はい、まあ、すっきりしなんか入れた本人が入れてればエクモを入れてる人だったら分かるから、大体どんな結果とかだから、だから自信持って入れれるし、でも誰か入れたか分かんないエクモだとちょっとうってなりますよね、うん、まあ、でもまあ、うん、大丈夫って、うん、大丈夫だって思ってやりますけどね、今んとこなんもないですけどね、まあ、みんな大体そうですけどね、今んとこなんもなくて何か起きた時に初めて後悔するっていうのが、まあ、まあね、通説ですからね、うん、まあ、それが一生続けばいいなと思いますけど、そういう感じですね。まあ、ちょっと、まあ、激動の 1,2 週間でしたけど。あ、ほんで、はい、今度はあれ、まあ、ライブイベントですね。イベント考えんの、はい、はい、まあ、レモンヤンは協力してくれへんの？いやー、言ってはいないですけど、まあ協力はしてくれないでしょうね。やろうな。一応でもなんかコムドットみたいな感じの、うん、あの動画もどっかでできたらなとは思ってるんですよね。何コムドットの動画？コムドットっていうのは、まあ、コムドットとかフィッシャーズみたいな感じのなんかその6人組ぐらいのやつとかってやっぱあるんですよ。あ、やっぱり YouTube ね。そう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 、やっぱりなんかそのグループの方がなんかやっぱりそれっぽい、まあてかチームはだとか言ってるのに全然グループ感ないじゃないですか。グループの方がなんかそれぞれの個性があって、逆に一人一人の個性が生き出すみたいな、一人でいるよりも。なんかそのあるんですよ。だから、まあ、ちょっと見てみてください。あの、うん、コムドットの、コムドットで調べて、うん、あの、うん、何英語？いやいや、あのカタカナです。うん、もう動画自体は見たことないんですけど、この最初の、うん、まあ、どの動画でも多分最初やってると思うんですよ。これちょっと最初ちょっと見てみてください。これ？はい。そうなんや。たぶんこういうのをやった方がいいんじゃないかって。誰この人ら。いや、でもこれもう超有名。この人ら何なん、プロの人なんですよ。プロの YouTuber。400万人ですよ、登録数。すげえ。え、なんで？とか、フィッシャーズ。うん、ちょっと調べてみよう、フィッシャーズ。日本語？まあ、わかんないです。はい。はい。いや。あ、これ。ハロー。出しといて。Thank you。これ多分、まあ、それでもいいと思います。はい。これ？あ、いや、その、俺たちの偽物についてで。偽物が出るん？まあ、これだってこの人もすごい登録者数ですから。800万人。え？久しぶりです。ちょっと今日はそういうこういう誰も知らないじゃないですか。誰も知らないけど、こういうのがやっぱりもうグループでこうやってるから、なんかこうヒロト、竹吉、なんか翔平みたいな。誰翔平？吉田先生。ああ、そういうことね。アツシみたいな。アツシそんなテンションで言わへん。あ、すごいね。6人並んでこうなんか、この人らはこれだけやってはんの？うん、まあそうでしょうね。サラリーマンしながら、会社員してたけどもうやめてんじゃないですか、さすがに。もう800万人もいたら、だってもう、うん、こっちで十分稼げてると思いますよ。800万人ってすごいね。すごいと思いますよ。そういう YouTube ってすごいね。うん、僕も2個目の動画上げようかと。まあ、それは上げたらいいと思いますけど。だからそういうやっぱりあの動画もあったらいいのかなと思いますけど、でもその淳とかに協力してもらわなきゃいけないから。淳はあのテンション言わへんやろし、多分タイミングだいぶ遅れると。いや、でもなんかまあ基本別になんか別に喋ってないですよ、この左にから2番目の人だから。携帯見て遊んどるね。そうなんや。別にあの分かんない、まあ、もっと見てる人からしたら。ダホはダホはまだちょっと多分なんかあるんじゃないですかね。これ
告兼注意喚起というか気になったんです。気になったし、なんならメンバーも騙されてた。だから喋ってるね。誰俺だ、元木か。ちょっと今日 の, あの動画 でもこういう細かく編集入れてるのね。そう、でもまあこの人も編集してないと思いますけどね。ダーマ君に偽物がいると。昨日なんかこの話で俺らなって、そんなあったんだっていう話を、まあしたんだけど。すごいね、全然知らんかった。で最近このシルクロードって真ん中の人が、誰シルクロード何芸名村子もあれっていう。なんか直樹がどうなの分かるけど、シルクロードが、なんかバンユンチャンネルっていう、バンビって人と、ユンっていうアイドルの子がやってるチャンネルの、そのユンって子と結婚したっていうので話題になってたんですよ。あ、そうなんや。はい、指輪してるね。はい、うーんっていう。そうなんや。はい、一回見てみようかな。いや別に見なくてもいいと思う。どうなん、面白い。いや見たことないです僕。え、そうなんや、はい、800万人も見てんの。はい、でもこういうのって多分東海オンエアとかもそうですけど、みんなすごいやっぱ見てたと思いますよ。面白い。まあずーっと見てるから、多分最初期からもずっといて、ずーっといろいろな企画をやって続けてやってるから見てんだと思いますけど。すごいね、うん、走りだと思いますよ、こういうなんかグループでやってる人たちの。あ、そうなんや、全然知らんかったわ、はい、はい、こういう感じの雰囲気もちょっとあれば。え、ヒロトみたいな。いや、竹吉、うん、竹吉の時点でちょっとタイミング難しいよね、遅れるし、アツシでだいぶ作れるから。竹でいいと思いますかね。はい、ヒロト、竹詰まっとるやん。ユースケみたいな。ユースケな、ユースケ、ユースケ、アツシ、ショウヘイみたいな。絶対無理や。究極の2番線じゃこれ。チームワードですみたいな。いや最近なんかいろいろあったんですよみたいな感じでこう僕真ん中に漫才風やずっとなんかこれっぽい感じになるから多分ちょっと。でもそんなイベントとかどうするん、ね、そんな無理ちゃう。みんなでお弁当でも食べようか。だからそれなんかこう5人下界だから、多分下界5人でこれやってみたみたいな。なんか下界5人でなんかこうゲームしてみたりとかして、絶対無理。ジェンガ それまあ言ったらちょっとした有料で見に、わざわざ足運んで見に来た人に、僕らが例えばジェンガして、あ崩れたねみたいな。ああでも YouTube で、その下界5人でジェンガやってみたっつって、なんか摂氏とか使ってジェンガをこうやってずらして上に置くみたいなのをして、全然無理。ボツや、そうなん、ボツや。でそれでなんかそのしかもそのジェンガのお題はなんかちょっとくだらないや、なんかなんかくだらないやつです、モノマネするみたいな感じでモノマネしてとかつって、すごいすごい。あらゆる要素ですごいドン引きやね。あ、それでも面白いかもしれない。全然思んないよ。全然思んないよ。その一応なんかそういうちょっとあるじゃないですか、その摂取とか使ったりとかするし、そういう要素はないと、完全に多分何にもしてないとやっぱりもうこの人たち一緒だったら無理だから、うん、やっぱり医療系要素を加えていかなくちゃいけないんで、そういう意味ではやっぱりでもゲームとかしてるとやっぱみんなワイワイするからちょっと楽しいじゃないですか、見てて今までにない要素で。まあやってる本人が楽しいのでギリギリやろ、でちょっとやってる本人ちょっと冷めつつやってたら、見てる人たちなんやろあれってなるやん。あ、大丈夫、いやそんな、あそれでもありだな、なしなしなしやって。それでも乗ってきたらみんなもちょっとどうやって乗ってくんねん。それなら再生数とか言ってたら、結構バズったりとかして、まあまあまあ分からへんけど、まあ多分バズらへんと思うけど。チーム感もできるし、その参加してる人たちもちょっと乗ってきて、次何するみたいな、キャラ立ってくると思うんですよ、それぞれ。今はだから先生とか僕はなんとなくわかるけど、チャンネル見てる人からしたら。でも、翔平とかわかんないじゃないですか。
翔平って僕も分からへんからそういう翔平好きが出たりとか、うん、私は厚志よねみたいな、かなりのコアファンや、厚志ファンかなりのコア、なんだかんだってユースケやっぱり練習してるからうまいよねみたいなのとかそういうのが出てくるとやっぱりいいんじゃないかなっていうことですね。ジェンガもちょっとありかもしれないですね、うん、みんなできるし、かつみんなやってることだけど、そのピンセッシでジェンガを抜いたりとかするの見たことはないと思うんですよね。いやでも見たことはないけど容易に想像つくでな。いやまあでもなんかちょっと意外となんか全然下手だったりとかしたら面白いじゃないとか、うまかったらなんかうまかったりすごいってないし、うーん、まあ、それはちょっと大変ですけどね。1時間ぐらい使ってちょっと場所を与えて、え、それ何 YouTube それともライブ？いや YouTube、まあ、一緒イベント、いや、え、YouTube 動画です、はい、YouTube 動画でそれがバズればライブでも、いやだからバズらへんってバズらへんってそんなそういうなんか、だからそういうちょっとそういうのも やってみないことにはちょっと分かんないですからね。そのニーズに合ってるのかどうか、それがめちゃくちゃ面白くないことなのか、めちゃくちゃ面白いことなのかはやってみて初めて分かることだから、まあね、はい、おもんないことやとは思うけども分からへんわね。それを面白くなるかどうかは僕らのその持ってるもの次第ですからね。何も持ってないやん。いや分かんないですよそれはそれがジェンガとかピンセットとかそういうのが、でしかもなんかそういうバチャバチャやってるのを見たいみたいなのも出てくるんだと思うんですよ。こういう人たちとか多分なんかもはやこの人たちを見たいから、最初こそなんかそういうなんかつまんねえなと思ってても、だんだんなんかその人たちにその5人とか6人の関わり合いが、なんかこの人すごい優しいとか、こいつ全然興味、もう今回も興味なさそうにやってるなとかそういうのが見えてくると、なんかちょっと広がりが出てくるのかもしれないなと思うんですよね。この先生見てないか、見てない。企画を考えてる人はこの中の誰なんやろな。いやもう企画だから、もうこれぐらいになっちゃうと、もう多分いると思いますよ。外注っていうか、外注っていうか、もうそのチームがあって、多分練習もしてるだろうし、企画も考えてる。だからコントの構成作家がいるように、こういうのも多分ちゃんとディレクターがいてっていうのがあると思いますよ。でその人が企画を提案して、こんなことやると思ってるんですけどつって、まあこの人たちに言って、あ、それいいっすね、どんな感じでやればいいですかみたいな、こうこうでこういうの考えてるんですよみたいな、あ、それ面白いですね、やりましょうみたいな。でそこでなんか多分、あ、僕らでもこういう感じにしたらいいと思うんですけどみたいな打ち合わせがあって、じゃあこれでいきましょうってなる。あ、でそういうもう単体で全然やってないと思うんですよ。だ数十万単位の YouTuber でも多分そんな感じだと思いますよ。自分で企画考えてるっていうか、キャラが立てばもう誰かが企画を、でもそこに至るまでは多分自分たちでその当てていかなくちゃいけないところですね。僕はオッサンドラジオにピーって音入れてる間はまだまだってことか。まあそういうことです、はい、誰かがちょっと今度オッサンドラジオでこういうのやってみましょうよっていうふうに言って、うん、僕ちょっと編集しますんでとか、そういうゲスト呼ぶのはどうですかねみたいな提案が来たら、うん、来たらっていうか、その人がいたらまあおらんやろ、まあいないですけどそういう感じになると思いますね。なるほどね、うん、そうなっちゃうと、まあでももはやですけどね、うん、今あれやね、今なんかさ、あのオースタンドラジオって、はい、50個ぐらい音源あるのね。あ、はい、今また15個かそれぐらいしか出てない、はいはいはい、でその最近はさ、最近の分をポチョイって出してんねんけど、それ以前ただ2年ぐらい前の1年分とかが、はいはい、例えば丸まま余ってるわけね。それはもうないないにしてもええんやけど、はい、僕だから端から順番にさらっていきたい、僕としては、はい、そこに空白というか1年2年分が空白に浮いてるのが気になるわけよ、はい、それ今あの一応何喋ってたか全然覚えてへんから聞き返してんねんけど、だいぶめんどくさい作業、だいぶめんどくさいしたわけで、10個分ぐらい今聞いたけど、はい、何にも中身なかったわ、ね、ああ、いや、そうでしょうねだで聞いた、だいたい同じこと言ったよね。あ、うん、言ったこと覚えてないから、あ、同じこと言って2人して新鮮な顔して、あ、キャッキャッキャッキャ言って、またさっき前々回で同じこと言ってたけどなって僕聞きながら思って、そしたらバカやなと思って、あ、ってそれをどう処理するかも考えてんねんけど、あ、うん、
うん、そのまま全部流せっていう話やけどな。まあ、そうですね。全部繋げちゃうとか。そうやな。まあでもあれやけど、でも、2割、3割ぐらいはずっとあの移植とかの話してんのよ。ああ。それで流してもいいんやけど、おもんないやん。まあ、もともとまあ大体それ以外がおもろいって言うてるわけではないけど、移植の話してても分からへん人とか全然知らんやん。まあ好きな人はまあでも好きなんじゃないですか、分かんないけど、うん、はい、そういうもうなんか、はい、なんか知らんけど喋ってはるわってこと、好きっていう、はい、人たち、なるほどな、はい、その間にあるやつをこう全部例えば一気に放送とかできたら僕は個人的にスッキリするって言ったらそういうことなんだけど、そのなんていうの、需要があるかなしかは別として、はいはい、需要ないからやってるわけだよね。まあ需要ないからやってるとはよくわかんないですけどまあ需要はまあある あるところにはありますね、需要は。あのこの人たち、このフィッシャーズの人が、はい、例えばチームワードのチャンネルとか見たら、はい、この人らなんやろって逆にこう見たことない人らやって思うわけ。思わないです、相手にされないわけ。てかもういっぱいいますから、もう YouTuber やっても、あもう5万といるからもう、ね、こんなそんなのいちいちかもてられへんわけね、はい、そんなに一個一個見てこの人評価するもクソもないわけね。もうないとですね、履いて捨てるぐらい入れてるわけね。ちょっと目に入ったことがあればあれかもしれないぐらいなんで、うん、確かにこれ僕よう知らんけどこの人たち多分すごいメジャーな人なんやろうけど、僕ほんまに一回も、はい、あのこのここに上がってきたことがない。ああ、だからもう全然関係ない世界、うん、だから思うんですよ、このリコメンデーションももうちょっとなんかうまいことリコメンドしてほしいなと思うんですよね、うん、なんか僕なんか知らんけど映画チャンネルがめっちゃ出てくる。あ、だからやっぱ全然見てなかったんやね、見てなかったんやけどこれめっちゃ出てくるからちょっと見てみて、まあ面白い。いやでもだからそう映画チャンネルまあまあ面白い、賢いんじゃないですか、やっぱ Google ちゃんと分かっ、この人面白い、この人このこれ見るわと思ってるわけで、一回見た日にはもうどんどん映画知らチャンネルでもそれはいいんだけど、なんかもうちょっとなんかその揺さぶってほしいなと思うんですよね、 Google もなんかその好きなものとかこれいいでしょっていうもんじゃなくて、これ全然嫌いでしょとか、これなんか全然違うでしょあなたの思考とっていうものをなんか出してくれないと、全然なんか、なんかもう最近まあテレビでっかいテレビこう あって YouTube 見るんですよ、そこで飯とか、まあ、飯とか食わないですけど、なんか今でもうなんか同じのばっかりだから、もう全然なんかああみたいな、なんか。僕のそのテレビの YouTube は息子が見てるから、はい、あのまあ知らんけど多分有名な YouTuber が、はい、そのなんか面白い動画とかを見てコメント入れてるって、はいはい、ただそれやったらその人のコメントとその面白い動画が見れるっていう、そういうチャンネルが量産されてて、うんうん、それがずっとなんか上がってくるね。 それを見て、うん、何にも思わないいやいや、それはちゃんと見れば面白いかもしれないですから、まあ、その人好きだったら多分別に何でもいいんですよ多分それは。いやでもそのまあ言ったら外国人の人なんやけど、まあ、何ミリオンってこうこんな人みたいにこういて、この人こんな流行ってんねやと思って、へえと思って見て、でも何にも思わないな、まあ、まあその人好きな人は好きなんですよね。人によって思考が全然ちゃうからね。世界で最も登録者数の多い YouTube チャンネルはインドのなんか音楽系のサイトみたいなので1億何千万人ぐらいらしいです、登録者数。あのインドの映画の音楽みたいなのが流れは なんかわかんないですけど、それ若干興味あるけどな、うん、まあ要はインド強いですよね、まあ、人口多いから単純に。中国は YouTube あれしてないじゃないですか、だからそうそうそう、だからまあ必然的にインドが一番多くなりますよね。そうなんや、なんか一番稼いでる YouTuber かな、なんか知らんけど日本に住んでるやつ、ああなんか言ってましたね。あそこはどうしてんねんらしいですね。すごい、だからすごい、そうなん、日本の人口よりも多いですよ登録者数、そのインドの音楽のやつは。
ちょっと興味はあるけどな。まあ、興味ありますけどね。うん。まあ、だからちょっとライブイベントをちょっと考えていかなくちゃいけないなと思って。だいぶ、うん、分かるけど。いますね。はい、だいぶ無理あるよなと思ってるけどな。まあ、そうですね。まあでももうホテルとか旅券とか取ってくれるって人もいるし。すごいね。はい。それが本当か嘘か分かんないし。え、その会場を抑えるやないと、抑えれたの？あ、まだですけど。はい、大丈夫な。その日、まあ、日付決めてて、やっぱ日付変えますってちょっと無理になっちゃうの。最悪だから、なんか別にフリーな場所でもできるじゃないですか。公園？公園で。まあ、普通にもうあの、レストラン貸し切ってみたいな。全然普通のレストランでやるみたいな。広園みたいな。そういうぐらいのでもできるから。まあ、一回よりも、東京なんて広いですから、一回よりもなると。もちろん事前にちゃんとあれしますけど、まあちょっと、まあ、この騒動って、この一連の結婚云々で、結構登録者もしっかり、あの、トシボさんとか完全にあのいなくなりましたし、トシボさんな。そう、僕結構あの YouTube とかやってると、やっぱ、ガーコちゃんさんとか、トシボ、ガーコちゃんは残ってるかもしれないけど、トシボさんとか、やっぱ結構あの、かつてからカズワとか、カズワさんな、はい、かつてからやっぱいる人いますけど、うん、トシボさんも消えもいなくなりましたね。いなくなった。ほぼいなくなってしまいましたね。カズワはもう全然いますけど、今なお。トシボさんはなんでやろうな。まあなんか思うとこあったんじゃないですかね。まあそういうのもなんか悲しくはないですけど、まあそういうもんなんだなってやっぱり。まあ何かあったり、まあ何もなくても別に YouTube なんか別にね。ずっと好きで見てるだけだから、うん、なんかちょっと興味なくなったなってなれば去るものだし、まあまあね、逆にずっといてくれてる人はまあ、すごいありがたいけど、でもまあ別にいつ、ありがたいし、うん、逆にちょっとなんでですかって聞いて、どうしたんってちょっと聞きたい。何したんこんなとこにおってっていう。大丈夫かって。そう。だからそういうのはなんかちょっと、あ、なんかちょっとまた少しだから、あれ変わったなと思いましたけどね。いなくなった人いるなっていう。ああ、ね、そうなんや。はい、いや、あの、ツイッター見てたらいなくなった人、多少、なんか最近見かけへんなっていう人もまあおるなと思いつつね。うん。それはそれですよ。はい、しょうがないです。なるほどね。はい、いなくなってもいないですしね。もともといないですし。まあ、はい、うん、またどっかで、ひょっと出てくるかもしれない。そう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 。うん、まあ別に。うん、まあでももう今6月であれ10月やろ、はい、もう6月も終わりますからね結構、うん、まあ、歌は、指導してますもんすでに歌を作るプロジェクト歌作ってるって言うけど、はい、知らんけど歌がどうなの歌を歌を一応だからその10月のやつまでに1回バズらせる予定がありますバズらせるってまあいやだからあの結婚式終わりに、うん、あの歌さんと、うん、あの TikTok とか見ながら、うん、どれがバズるんだろうなってバズる TikTok バズった曲つって2022年でバズった曲を調べて傾向と対策を見てこれだったらバズるかもしれないなっていうふうにそういう音楽の作り方1時間ぐらいずっとこうやっててで最終的な結論に気づいたのは、うんなんかすごいたくさんの大人たちがいろんな巨額のね、うん、お金を投資してこうバズらせたりとか流行らせようとしてる中で、うん、僕らが今ここで1時間の TikTok バズった曲って調べて戦ったところとって、うん、これちょっと違うところ違うんじゃないかと思って、うん、これは違う道を行ってるなっていうふうなのに気づいてちょっとこれはやめようっていうふうになって、やっぱり僕はあのちょっと独自に考えるわでその先生が、ね、曲を作るってこと？そうです。あでもその堤さんっていう前にあの僕のあの、うん、歌の矯正をしてもらった先生に その人歌も作ってるんで、うん、あのお願いしますって言ってじゃあちょっと作っていきましょうかっつってそのもう動き出して、はい、変化？いや変化じゃない変化じゃない。まあデモができたらまた
それまあ歌と曲ができたとして、はい、それを何先生が歌うってこと。まあまあそれはもう多分みんなで歌う会だと思いますけどね、はい、一応多分振り付けとかも考えるんで。振り付け、はい、簡単な、うん、そうするとまあその会場の人も歌えるじゃないですか。バズり具合によりますけど、バズってたらバズってなくてもその曲があればやっぱちゃんと歌えると思いますよ。チームワダの曲みたいな感じで、うん、はい、いやまあ、うん、出来上がったら聞いてみようかね、はい、まあ、それでまあ5分は潰せるんで。5分だけやん何分のイベントでも1時間とか一瞬ですからね。そうなんマジで、はい、あそうで、なんかあの工学館っていう知ってます、佐賀にある進学校があるんですよ。工学館っていう結構なんか有名らしいんですよね、九州では。僕知らなかったんですけど、からなんかメールが来て、ダイレクトメッセージが来て、なんかその文化祭でなんか、あの、何でもや、なんかクリエイティブっていうのがあるらしいんですよ、うん、サッカー部、野球部、クリエイティブみたいな。あ、ちょっとクリエイティブみたいな、あちょっと、うんうん、クリエイティブ、そこまへんけど、うん、クリエイティブの副部長の人が、うん、多分学生なんですよね、うん、直接 DM してくれて、うん、なんか文化祭でなんかクリエイティブでなんか やれるっていう風になったから、うん、ってなった時に北原先生だと思いました。どう大丈夫か、クリエイティブも存亡の危機やでさ。多分その人、うん、日本語がそんな、多分なんかインターナショナルの人なのかわかんないですけど、うん、日本語がそんなに上手くないって本人は言ってるんですよ、うん、あそうなん、普通に書いてるんですけど、うん、日本語が上手くないって言ってて、でなんかその人がもうそもそも何なのか、もともと先生なのか生徒なのかわかんなかったんですけど、なんか文化祭の日程によっては参加できるんで言ってくださいって言ったら、ちょっとじゃあその顧問の先生とも相談してみますみたいな。ああじゃあこの人学生なんかなと思って、そしたらなんかいやちょっと日程とかあの学園祭のことで聞いたんですけど、いやなんかなんて言ったのかな、聞いてみたら講演会についてだけども、なんか文化祭ではもったいないから、どういう扱われ方、もったいないから、うん、本校でやってるプロジェクトの一つである国際文化教養講座でやってもらわないかという前向きな言葉をいただきましたっていうコメント。前向きかよくわかんないじゃないですか。前向きか、うん、よくわかんない。どういう文化祭ではもったいないからってのもちょっとよくわかんないし、うん、で僕の日程は教えてくださいっつって、うん、でもこういう感じなんですよ。この講演過去に講演いただいた国際文化教養なんとかっていうのはこういう感じで、マジの人らやん、はい、法律家、エコノミスト、経営者、小説家、技術者、多彩な方、うん、YouTuber が入んの、はい、何分とかわかんないですけどね。だから1時間とかやると、まあ、でも話すことないし、まあ、これに行ってもなんやけど、はい、文化祭行ってもなんやけどな、はい、うん、誰あれってなるからね。ああ、だからそこでちょっと歌とか踊りとか披露したら面白いかなと。いや僕はそのいや第三者的に面白いよ。その僕を当事者にせんといてな、だから先生が言ってそれするんやったら僕は面白いよ。かなり面白い、確かに、うん、なんかだってここでまあ求められてるのは多分なんか2パターンだと思うんですよ、うん、いや君たちは、うん、本当になんか可能性満ち溢れてるからみたいな。で僕のなんかその過去の、うん、いや僕は高校生の時は全然そんな、うん、やる気もなくてみたいな、うん、まあ、高校生の時はやる気あったから、高校生の時はやる気あったけど大学生の時はやる気なくてみたいな。でもうなんか今はアメリカでみたいな、で高校生がみたいななるっていうパターンで、うん、かなんかもうちょっとこう奇抜な感じで、いやなんか全然 何やってもいいよ、自由でいいよ。いや結構いい知らんけど、パターンで来てんですよ、みんな絶対そうなんですよ。でそのちょっとでも社会のなんかこういうなんかためになることを、うん、そこの1時間でそのこのすごい すごい人たちから得るみたいな、うん、別に僕ないからそんなの何にも、うん、だからなんかその歌を作ってきましたっつってその歌を歌って、なんかちょっとこうざわつくよ、ね、そらざわつくよ。もうなんか車に構えてた高校生もちょっと正面向くよ、そらそらそうだけど
誰も何も求めてないですからね、多分その僕何を僕に求めてるのかもわかんないけど、それはちょっと顧問の先生もびっくりやね。はい。いうのは読んだ副部長の人は後で怒られる。お前なんてやつ連れてくんねん。校長室来なさいってなるじゃん。そうですね。まあだからそれは。いつ行くん？いやもうそれわかんない。日程を教えてくださいっつって。まあ、秋やろな。まあそうですね。まあだからわかんない。まあだそれってその日本に10月に帰るイベントで帰るときに長崎にも行くんですよ。うん、でその時に抱き合わせてできればやる。かもしれないかなと思ってますけどね。まあちょっとどんな具合か全く読めないですね。で歌がバズってればまあちょうどいいんですよ。歌歌えば別にみんな。うん、それあのだからたまあ分からへんで、でも多分やけどほぼ確率にバズってないから。何この歌ってなるよ。しかもこのクリエイティブの人は多分その僕のことあれしてるぐらいだからめっちゃ見てると思うんですよ。YouTube とか。でも所詮はまあ18万人ぐらいなんで見てない人ほとんどだと思うんですよ。学生とか。なんかそうするとやっぱ結構アウェイではありますよ、ね。アウェイよ、それは。クリエイティブやで。どっちかっていうと多分その、うん、アメリカで働いてる心臓外科医の方が強く出るじゃないですか。ちょっと、うん、あ、なんかすごい、あ、そうなんだ、みたいな感じで来るから、うん、YouTube って多分ちょっとよくわかんないですよ、ね。そのクリエイティブが、その学校の中で多分日陰もんやから。そんなことはない。そんなことはないです。いやだからそれの人その人らが連れてきたユーチューバーって おえみたいになると思う、うん、だから第三者的にはすごい面白い。全校生徒の前でダダ滑りってのは結構やっぱりすごい、すごいよ、はい、うん、いそうすごい。僕それこっそりあの保護者の顔してパーって行ってちょっと望遠レンズで撮りたいわ。最後まで続けられない可能性もあります。歌も、ね、そうやな。ちょっとすいません止めてください。一番で終わる。心折れちゃって、うん、まあ、でもなんかちょっと二番に行った時の二番歌うんっていう周りの反応みたいけどな。二番行ったでっていう反応みたいけど、その勝負ですね。心の折れる具合とその先生たちの表情とかと、うん、先生たちなんだったら僕よりも年下だったりする可能性ありますから、うん、ちょっと怖いですよねそこが。まだなんかちょっと注意されたいぐらいな。もう教頭先生がもう苦虫つぶしたみたいな顔して、はいはい、みたいな。生活指導の先生とかめっちゃ怖いんだ。生活指導の先生めっちゃ怖いとかないと思いますからね。もう今多分結構先進的な高校だと思うんですよ雰囲気。なんかそういうなんか国際交流国際的な人材を育てましょうみたいな。で結構医学部に行く人とかもいるみたいなんですよね話では。まあよく本当かどうか知らないですけど、クリエイティブやからな。はい、あ、それ、そんな話くるんや、はい、それがちょっと僕も動画頑張って2個目あげようかな。それ全然関係ないぞ、ね、全然関係ないと思う。それとは分からへんで、2個目でバズったらごめんやけど。ああ、まあまあまあ確かに絶対バズりそうにないものだ。ごめんやけどだって別にごめんでもないですけど。これは私全然ごめんでもないですけど、でもそのライブイベントに使えるようなものがあるとなんか、まあ、それはよりいいですけどね。まあ、僕 の, あの YouTube はほらボツのツボやから、ああ、うん、ボツにネーミングは抜群だと思いました。あ、それはあのみんな思ってると思う。あ、そうなん。それ過去に商標登録なかったらあれしてもいいぐらい。過去にないのかなボツのツボって多分あるんじゃないですか調べれば、うん、ぐらい多分秀逸なネーミングだと思いましたね。はい、うん、でもおしゃれだし、はい、基本的にはボツになるもんしかあげられへんからな。いや別に、うん、なんだったら割とほとんど大体そこに行き着きそうですからね。純粋なる審査をしたら、はい、僕のドラゴンアッシュのやつとかも結構多分そっちに行きかねないやつですよ。ギリギリこっちにあげましたけど、外科医の1日のシャワーのやつとか、うん、こっちに来るやつやろ。そう、まあだからそうですね。ちょっとでも確かにライブイベントはちょっと考えなくちゃいけないことなのに、少しちょっと結婚式が終わって少しフッとしてちょっと気抜けてて、うん、あんまり考えないようにしてたことですけど、うん、真剣に考えて、うん、まあ、またなんかどれぐらい来るのかもちょっと分かんないっていうので、またこの騒動があって多分またちょっと減ったと思うんですよね本当に来てくれる人みたいなのが。
まあ、2、3人であれば嬉しいよね。2、3人は少なすぎ。2、3人であれば手厚くもてなすことができる。まあだから歌で滑っても、はい、もうお肉行きましょうって言ったらそれで解決するからこの後お肉行きましょう。 お肉行きましょうとりあえずお肉行って100はだからちょっと厳しいかなと思う。100とかそんなんないや。100人って日本人100人ってそんなけえへんやね。まあちょっとわかんないですね。ちょっと具合を7人とかじゃやっぱり。だから100人って言ってたのに15人しか来てこないでやんのってバカにされるのがすごく悔しいですね。あれはそう。いやそのいや100人って言ってたのに45人でも立派なもんやけど、はい、だからそこは少ない方が美味しいよやっぱり。いやなんかちょっとバカにされるのが嫌です、ね、100人って言ってたのに、はい、おかんとおとんしか来ない。だからもうその披露宴より少ないやないかみたいな。ちょっと悔しい。それはなんかちょっと悔しいから、まあだから67人とか一番ちょっと中途半端になっちゃいますね。それはなんかまあまあ埋まってるけど全部は埋まってなくて、まあ、少ないっていう ほどは来てるな。でも67人って多分盛り上がられへんね。その67人の人ら出方分からへんやん。そんなの どうしたんやろ。まあ、まばら例えば一緒なんけど100人入るところに67人入って、そうだから劇場を抑えてからとかその会場を抑えてからじゃないと人数の把握ができないのが辛いですよね。本当はだから人数の把握が50人ってなったらじゃあ50人の把握を探そうってできるけど、ああそういうことね。そうで、まあ、事前にアンケートを取ってみたらどうですかとか、まあ甲斐さんとかね言ってくれてるんですけど、うん、まあ、それはめんどくさいなと。というかまあ面倒くさいし、それで行きますって言ってても実際にじゃあチケットってなったら行かないって人もいるじゃないですか、うん、逆に行こうかなって思う人も出てくるだろうし、うん、だからまあ肌感は分かるけど、まあなんかそんなにね、あの旭川の握手会が有料やったら何人来てたかってそういう話やろ。いやまあ、あれ何人来た、7人ぐらい来たんやろ。握手会しますって6人ぐらい来ましたけど、有料でも同じぐらい来てないじゃないですか。いやー来えへんやろ。いや1000円だったら来てますよ多分。だ先生もおっしゃるように、そのやっぱりそこまでに行くことの方がお金も時間もかかりますからね。まあまあね、そう多分その人のだって時給換算で言ったら、うん、なんて言うんだろう、その人の生きてる時間って多分1000円以上するじゃないですか圧倒的に。だから5時間ぐらいかけて来たら、うん、もうその時点で5000円払ってるんですよだって考えたら1000円って、まあ、っていうのを、まあ、あの押してちょっとあの集客しようかなと思って。お金の話しなさんだ。集客ってのはその人を集めようかなと思ってますけど、来てね、まあ来てねっつって来てもらうもんでもないですけどね、もはや。え別に何かそのまあ来たかったら来てくれたら嬉しいけど、それぐらいの何て言うんだろう、ちょっと上からな、いや絶対来てくださいとかっていうほどのことでもないじゃないですか。まあまあまあね、やるから、うん、まああのその日を作ったんで、うん、まあ来てくれる人がいたら嬉しいですし、うん、まあちょっとそれお金払うんだったらちょっとっていうんだったら、まあまあそれはそうですよねっていう感じで、まあでも逆にだからこそ来てくれたら、それはまあもちろんね、なんかそのあのよかったねっていうふうに思えるような感じにします。それも演目でよくなかったら触れ合いとか、なんかその触れ合いその交流みたいなので、うんだ結局だから焼肉連れて行く、焼肉連れてってじゃないですなんか後日なんかちょっとあ来てくれましたよねみたいな、だからそれ YouTube で配信してな、そのコメントそこで残してっていうふうにすると、それまたその人たちだけに QR、 だからこの今回の結婚式じゃないけどその人だけに QR コードで限定今回の動画ライブを渡して、うん、で そこでコメント残してもらえば、あこの人たちは来てくれた人たちなんだなっていうふうにも分かるから、あちょっとじゃ あそういうことね、来てくれましたよねっつって、あのちょっとその後のライブを少しだけ楽しめる少しだけ楽しめればいいんですよ人生。その後にライブした時に、あの時行ったから私のコメント拾ってもらえたっていう風になって、僕もあの時来てくれたからこの人のコメント拾おうとかっていう風にする、そういう交流がちょっとあると、なんか僕一人でやってないとかっていう風に思えるからいいんじゃないかなと思うんですよね。
お弁当をみんなで、お弁当を買ってみんなで黙々と食べようか。いやお弁ご飯とか食べるとやっぱちょっとあの、うん、その食中毒とかそういうので問題になっちゃうから。何自分たちで買ってきて食べてくださいはいいですけど。ああそういうこと、そんな細かい人おるかな。いやあるあるある、やっぱり食品を扱うとやっぱ結構怖い怖いですよ、時代的に、はい、そこはだから適当に買って。焼肉も行かれへんや。いや焼肉はまあ別にレストランか行ったら、レストラン行ったら別にそれはもう僕らの責任じゃなくてレストランの責任だから、あれだけどこっちでお弁当とか買って用意しちゃうとその保管どこでどうしてたのかとか、そういう問題になっちゃうんで、ゴキブリ入ってましたみたいななると、ちょっと声でかなって、いやちょっとゴキブリはってなるじゃないですか。そんな人来るかね。まあ、来ないですけど。ゴキブリ入ってたら多分入ってましたけどで、ね、ちょっとあの面白いところに持っていく人たちが集まると思うけどね。まあわかんないですけどね。あとはこうちょっと心臓をこうやって回すっていう時間を作ろうかな。どういう時間？大丈夫だ？だいぶカオスだね。心臓が手袋みんなの分渡してこうやって隣の席にじゃあちょっと心臓を回すんでみんな生の心臓を渡してってくださいっつってこうやって。そういう時間とか触れ合いの、うわーみたいなのヌメヌメしてるみたいな。焼いて食うのそれ。いや焼いては食わないですけど、なんかそれをなんかどうでしたかみたいな。いやまあどうもこうもねえけど。撮影心臓持って写真撮影とかも、でもそこまでするとちょっとあれかな、批判されうるかな、ちょっと、悪ふざけしすぎみたいになる可能性ありますね。それは心臓をこうやって写真撮影し、自分の胸に心臓を置いて写真撮ろうみたいなやるとちょっとふざけすぎってなる可能性ありますね。難しいね、うん、そこなんかね、心臓をこうみんなでこう触れ合い、心臓触れ合いでこうやって回すは多分大丈夫だけど、うん、心臓写真撮ってっていうのは多分ちょっとあれされるかな、そういうラインがなんかある気がします。心臓より多分子猫かなんか抱っこして回した方がいいと思う。子猫は別にいないから。子猫抱っこして写真撮るのも批判される可能性ありますから。あ、かわいそうって。かわいそうって。なんかそう商売に使ってとか、かわいそうって言われる可能性あるんで。大丈夫。なんか割とあれやね、規制が多いね。うん。だからやっぱちょっと気をつけていかないといけないなっていうのがありますね。多分心臓を回すのが精一杯かなと思います、ね、うん、でそれを先生が手術するの？いやもう手術は別にしないせえへんねや。その台の上で何をしてるかわかんないですけど、うん、何か心臓を、まあ、まあそうですね、うんうん、そういうのもなんかなんとなくやりつつちょっとね、あのそういう経験できるみたいな、だから見るだけじゃなくてそうなんか触れるみたいなとか、うん、そういうのでちょっとなんかあれやな、まあええ焼肉屋探しとくわ。いやいや30人みたいみたいに壊れますよ、30人焼肉屋連れてくるって言ったら僕らの支出の方が圧倒的に多くなりますからね。なんで僕らがそんな30人分の焼肉を奢んなくちゃいけないのかってなりますから。30人だから多分やけど、まあ 4,5 人やって。いや 4,5 人はない、それはさすがにない。だって北海道で6人来てたんですよ、旭川で、うん、東京だったらもっと増えるでしょ。いやー分からない。で北海道から来てくれるって言ってる人がいるのか、直美さんとか北海道から来るんからって考えたら東京の人口の方がやっぱ旭川の人口よりも圧倒的に多いでしょ。多いな。でそうやって遠くから来てくれるっていう人もいるから、わずかにね、そういうイベントをやるっていうんだったらもっとちゃんと告知して、あそうだからカウントダウンを始めないといけないと思って、そろそろどっかのタイミングで、うん、はい、会場も抑えてねえのね。会場もそこでちょっとずつ情報をこう公開してったりとか、うん、なんとか僕と先生だけですけど、あとまあ歌さんかな、うん、あのチームはライブイベントカウントダウン、旭川の時みたいな感じで盛り上げていかないといけないですね。熱し熱し熱しはでも多分あのお願いするとなんかそのじゃあ飛行機代出してくれたらいいよとか、うん、あのそういう感じになってくる、悪い熱し出てくる。
迎えに来いって悪アツシ出てくるんで、いやちょっと飛行機代をアツシの飛行機代を出せるほどのあれはないっていう僕ら家の、うん、基本的には自分自腹で、あのあれなんでっていう。なるほどな。まああれやな、何も考えてなかったけど、3、4人ぐらいあの学生インターンの子があのボランティアで参加してくれるっていう。そうなんや、はい、180人おるんだよ4人なんや。いやいいけど、しかも卒業したあの井上君っていうもう研修になった子が、あのぜひあれします。彼は別になんか遠くの方で研修してるんですけどね、わざわざその日来るつもりなのかなって休み取ってくるってこと。ちょっとそこまでしなくてもいいのになと思いながら、ね、まあでもね、やってくれるって言ってんのから、まあそれはありがたいって。あ、そうなんや。まあありがたいけども大丈夫かね、研修は。そういうなんかちょっとみんなで作り上げていく初めてのライブイベントみたいな、まあ、みんなってのが一体誰なのか分かんないいや知らんけど、先生のワンマンショーでええと思うけどね。まあ、うん、ちょっと先生のワンマンショーっていうのが実はチームワタの実態やからまあでもなんかちょっとやっていこうかなと思ってますね、うん、まあキーは多分あの北原おかんの存在と思うけどね。おかん来るやろ多分。いや、おかん親父は来るかもしれないですけど、親父な、夜は来るかもしれない。親父こっそり来そうやな。来ないかもしれないですけどね、来ても別になんかね、うん、お世話になってますヒロとお世話になってますで大体5分いけるからいやー、まあだからちょっとそうですね、おかんの握手会5分いけるか。いやー、それはちょっとさすがに無理ですね。それはちょっと悪ふざけがすると思うんです。そうなん、僕やったらそんな握手会行くよ。いやー、僕は行かないです。行かへんの息子やのに行かへんのちょっと考えますね。まあまあでもとにかく歌とかは、まあ、いくつかあるから、まあなんとかなると思います。え、そんなにあるの。あとは多分そのツイッターとか YouTube でちょっと盛り上げていく感じは必要かなと。まあ1回目なんで、まあ、今後やるかわかんないですけど。そう、はい、なんていうの、何回目もあるわみたいに思ってるっていう話で。でもやっぱその事前に盛り上げていく感じはやっぱ必要だし、旭川のその学会みたいな、ああいう感じの熱はやっぱもう一回欲しいですよね。あの時はやっぱ熱ありましたよ、事前に感じからその時に向けての。それをちょっと作り上げていくっていうのがやっぱ大事なので、それがあるとやっぱみんな参加 してくるんだと思います。し、参加しなくてもああ参加したかったなっていうふうになるじゃないですか。で、後でアーカイブ YouTube で見て、あ、これいかんでよかったいかんでよかったやつやこれあとで見ても楽しいけど、そのところにいたから より楽しかったっていうものが作れるといいなと思います、ね。なるほど、ね。オフ会とはまたちょっと違うライブイベント。うん、まあちょっと楽しみにしてください。まあだからそのカウントダウンとかアンバサダーとかにはなってもらうかもしれないですけど、先生に。僕、はい、うん、またあの動画作ろう。アンバサダーみたいな。あの朝日川の僕動画作るのかなりの負担やったけどね。あ、そうなんだ。誰も多分気にしてないんやろうけど自分の中でルール決めちゃったから、あのあれにのっとって、はい、まあ、2、3週間に一遍とあれ動画上げる、はい、まあまあの負担やったね、あれね、うん、今もう今のところ3人しかいなかったらもうあの3日に1回しますから無理や、3日に1回カウントダウンってなりますから、うん、まあそれじゃもちろん週1とかそういうあれにしますけど、うん、でももうそんなこと言ってたらもう10月もすぐですから。うん、はい、うん。でもだからライブイベント直前にはもうみんながもうハッシュタグチームワダライブイベントみたいなのでもう盛り上げてる感じ。もう界隈がみんな。僕と先生と和和さんだけ。3人だけ。どうしたらそういうのが盛り上がるのかわかんないですけどね。一体どうやって盛り上げてるんですかね、みんな。旭川も結局まあ。言ってもまあアンバサダーだけだったじゃないですか、そういうコメントツイートするの。あ、まあ、ごく稀にあの追随してくれる人いたけどな、あの月一遍ぐらいな、はい、うん、まあしょうがないですけどね、それはまあ興味ない。しかもあれもほとんどあの神谷先生のおかげやから、あ、そうそう、神谷先生が教授やのにあそこまで砕けれるっていう話で、うん、あれやったから、あれやったから、まあちょっとそれであの
あれしてください。あれ暑くないですかこの部屋。暑くなってきましたよね。え、ちゃうね。暑くなって？いや、だから。暑くなって冷房が今効き始めて、なんだちょっともうなんか少し体調悪くなるぐらい暑くなってますよね。あの、この部屋は暑い、ね。でも今日は多分外が暑いから中が暑い。今なんかちょっと冷房が効き始めてきましたね、少し。え、そんなあの空調に関してはそんなええ部屋じゃん。先生の部屋どうなってるの、あれ。ええ感じなあれ。いや、わかんないです。でもこのなんか今すっごい暑いです。喋りすぎちゃう。いや、わかんないです。いや、でもこの部屋は空調あかんねん。ずーっと、もうあのなってるけど、あの温度調節とか一切できへんから。外の外気が暑いとここも暑い。寒いと寒い。窓開けようかなと思ったんやけど、まあ、だから1回前閉めたんやね、何年かぶりに窓を一生懸命、だいぶ苦労して、あ、次開けたらまた閉まらへんから。あ、なんか言ってましたね、そのライブでも、うん、ライブじゃないじゃん、あれで言ってました、ね、全然。だから、うん、そのドアがカチカチやねん。あ、でももうなんかアーロンに言ってもまた変な人来ても困るから、うん、今だから暑い時はちょっと心を沈めてシートしてたら、でも多分このなんちゅうの、 AV 機器が多いからね。はい。でも、なんか、途中からすっごい熱くなってきました。熱入れて喋りすぎた？いやー、あの、明日お願い、明後日お願いしますね、飯、とりあえず、そういうことに。シカゴカルビとか。あ、忘れてた。はい、太田先生。あそこ行くんだから、今、渋滞してんのよ、高速が、あそこ工事中やから。ああ。まあいいんやけど。まあ。うん、なんか、あの、前にカルビ、飯食いに行った時にそれこそ彼女があの、うん、ちょっと予習してそれこそおっさんずラジオとか見てかないといけないなっていうふうな感じで言ってて、いやいいでしょそんなのっつって、いやでも一応まあなんかそういうの、え、歌さんが予習、そうあれ予習してきてたやろうって言って、うん、でなんか一個だけ見たらしいんですよ、うん、最新のやつ、うん、で一個だけとりあえずちょっと見たなって言ったから、うん、それ全然意味ないからそれっつってそれはもう全然、それはもう逆に、うん、逆にやめた方がいいっつって、そ何にも残らんかったわっていういや、それは分かんないけど、うん、なんかそのあ確かにあの話は面白いねっていう、すごい冷静な話は面白い話をするねって言ってて、うん、でそれはもう1個だけ見たらもうむしろボケツホルダーやめた方がいいですそんな、うん、あのよくあるあるですけど、うん、なんか見てますみたいになって、うん、ああとかつって、でまあちょっと僕とかあんまりそういうの言われても、うん、なんかあの、うん、自分があんまり傷つくの怖いから何も聞かないですけど、うん、それ聞いたらなんかあのなんか前のこういうのあの話題になった時に、うん、全然見てないと分かるじゃないですか、分かるな、ああ見てないなって、うん、そうなっちゃうから、うん、見てるって言わない方がいいと思って。いや、その見てなく、いや、見ましたって言って、ああ、ちょっとしか見てないなって思っても、それは僕は普通やと思うから大丈夫。いや、逆にだからもう全然、いや、見てないっすって。あの、見ないようにしてますって言った方がいいって。中途半端に入れるとあれ良くないから、見ないようにしてますって言った方がむしろ。その、まあ確かに、その、うん、その別に、なんていうのかな、見てもらおうと思ってやってるんじゃないやつからな。か言うなら、いやもうこの15のナンバー15だけ見ましたみたいな他は見てないですとか、そういうふうに言わないと、あ、なんかめっちゃ、あ、見ました、面白いですとかって言うと、ちょっと危ないから、うん、まあそれはすぐ分かるけどな、はあ、っていう。でも恐ろしく全部見てる人とかおるかな。まあそうですね、だからそういう人たちとをベースで考えちゃうじゃないですか、うん、まあまあまあね、でもちょっと暑いですね、この辺は、うん、じゃあちょっと切れ気味で終わる感じで、うん、めちゃくちゃ暑くないですかこの部屋。いやだから暑いよ、もうこの部屋はあかんのよ、うん、外涼しいですもん、ちょっと外だってエアコン効いてんもんだったら、このエアコンっていうか、これブーンって回ってるけど、だから言うてるの、温度は下がらへん。いや、まあちょっと冷房効いてますけどねこれ、まあ、毎回この何回も言いますけど、ちょっと冷房効き始めてきたんですけどなんかちょっともう体調悪くなるぐらいもう、うん、この部屋はじっとしとかなか、そんなあの歌がなんや言うて、その熱く語る場所じゃないから、うん、まあ、でもちょっとそのライブイベントのあれを、うん、はい、あれしとくわよ、まあ、多分カウントダウンどっかでお願いすると思います。うん、はい、うん、はい、はい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 、天长一生知，留
ー